FM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツザ・ラディオショー、時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、乾きみこさん、お疲れ様でした。こんにちは、ナイツの土屋信之です。はい、穴信之です。水曜パートナーのメープル超合金安藤夏です。ナイツザ・ラディオショー水曜日、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。すごい風大丈夫だった？昨日強風があったね。危なかったじゃん。あんなバイクとか危ないよね。いや、横から、あ、昨日バイク乗らなかったんで大丈夫でしたけど、ね、うん、結構危ない風でした ね、うん、看板とかね、すごかった、倒れたりするから。家の中とかのその風穴みたいな、家の中の換気口みたいな、あ、がバタ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 ってすごい、うわ、すごかったですよ。なんかね、外でなんかこうキョロキョロしちゃうよね。いや、なんか本当に飛んでくんじゃないかなって思うような。結構だから、そのゴミとか道端に散ってたりとか、そうそう、ね、するし、ね、事故とかもあったでしょうし、危なかったですね。危ないよね。下に正面入り口の道路挟んで向かいにポストがあるじゃない、日本放送こっちね、うん、うん、あ、そう、細かいここね、ここが今正面って手で表現したんだけど、 あっち側ね、こっちね、全然逆の方向指してるから、うん、ペニシュラじゃない方ですね。ペニシュラじゃない方、ね、逆、そうそう、まあ、ポストあるじゃないですか、はい、あにハガキをね、うん、出そうと思って行ったけど、うん、もうマジでハガキが持ってかれそうになって、ちゃんと持ってないとね、いや本当にそのぐらい風強かったの、うん、それでポストに投函して、うん、戻ってくるときに、うん、すっごい楽なの。うん、体がもう押されてて、押されて、あれなんか気持ちいいよ、ね。わかります。昨日それやってました。やった？やりました。はい。あれ、それも気をつけないと、それも気をつけないと道路に飛び出しちゃうから。ああ、そうだよね。そうそうそう、本当だよ、ね。押されるのもね。背中ね、押してくれてた。あれなんかないかな、うん、アトラクションで。風の？ザ・ウィンドウみたいなさ。ああ、うん。どっかあるかな。ウィンドウだと窓だけどね。うん、ウィンドウね。うるせえな。うん、ウィンドウ、うん、であっち、ポスあっち、うるせえな、方角的に言うと、うん、話の腰を折るなよ、近いからさ、そうですね、もう近いから、ペニシュラじゃない方が、こっちにもあるかもしれない、すぐ隣の話だから、ペニシュラの方を言ってる、うん、言ってるわけじゃないですよね、あの、ローソンのあそこの、ローソンこっち、あ、ローソンこっち、そうですね、うん、どくせえな、ローソン、ね、え、方角の土屋でしたっけ、何でしたっけ、鳥です、鳥か、鳥がそのぐらい方向があるか分かんないんだけど、分かんないけどね、鳥のね、よく分からないんですよ、これが鳥なのか、インドネシアはどっちですか、インドネシア、インドネシアはこっち、こっちなの、インドネシアこっち、あ、そう、分かんない、こっちは北なんだ、こっちは北です、こっちですよ、こっち北か、インドネシア、うん、インドネシア、え、こっちじゃないですか、こっちだっつってんだ、こっちですよ、なんで、初めてだよそれに対抗する人。まあ俺はどっちも分かんないんだけど。なっちゃんも分かんない。なっちゃんも結構詳しい。東西南北は分かりますよ。で、そのさっきの今のポストの話で、はい、あ、こっちだなとは思った。分かりました。あ、じゃあ、やっぱりそれ一緒だ。俺と同じの。今ここにいる目の前の、ここが正面で、うん、だとしてって手で表現して、ここにポストがあるじゃんっていうことだから、別にそんな細かく言われる必要はないんだけど。はい。いや、でもこっちの手を刺してたから、指をこっちに刺しちゃってたから、土屋さん、それ気になる。そうですね。うん、今、花輪さんはペニンシュラの方刺して、うん、言ってたから、土屋さん違いますよっていうことですよね。そうそうそう。はいはい。で、漫才中とかも、うん、その、スコーバッティングセンターが、つって、うん、もう正面を刺すけ、うん、あ、じゃあスコーバッティングセンターが、つって後ろを刺すけども、うん、正面だよっていうのを言い始めた。お客さんからしたらさ、そっからね。後ろに手を指をさ、刺すことって別に、あんまお客さん気にしないじゃん。漫才師の表現として、すぐそこに何かがあるじゃないですかっていうことよくやるじゃん。でも、今はポストが後ろにあるのに前を。それは逆じゃん。違う、今ここが。それ後ろは後ろで統一すればいいのにさ。それで前は前で統一すればいいのに。まあ、真逆さしてるから。本当になんかこう、いつも話ができないんだよね。真逆さしちゃってるから。若いんだよな、今ラジオだしさ、別に。別に。聞いてるでしょ、別に。どっちだっていいから、ね。いや、風で飛ばせそうになったってだけの話でしょ、別にね。まあ、いいじゃん、そうね、ハガキが持ってかれそうだったっていう話ですけど。話だけど、ね、そう。途中でその止められてもさ。お前はじゃあなんか話しろよ。風が強かったって話なんだからさ、うん、もうしょうがないじゃん、まあ、方角はね、うん、正確な方がいいっていう鳥の、ね、なっちゃんインドネシアはあっちなの、あっちですよ、うん、南ですよね、南ですもんね、うん、南だから、なっちゃん南はこっちだよ、こっちですよ、なっちゃん南はこっちこっちでしょ、北は、いや北がこっち、えなっちゃんずれてる、それじゃあ今ちょっと見てみて、マップ北こっちですよ、こっちこっち、いやラジオだからずっとこっちこっちって言ってるけど、ああ北あっちだわ、
え？まるっきり逆じゃん。そうそうそう。北あっちですわ。あ、いや、北こっちですよ。なんかさ、この、ちょっと待って、言い方が腹立ったね。すごいなんかバカにしたような感じで言うじゃん。そうですね。これなんかほんと腹立つんだよね。確かにそうですね。なんか別にそんなの分かんなくていいじゃん、別に。そうですね。すごいなんか上からなんか、こっちだよ、みたいなさ。そんなの怒ってるわけじゃないよ、別に。それ面白いじゃん、だってそういうのも。ね、あっちなの北。北あっちじゃないですか。だってこっちだってだから。自分はあっちから来たんだよ。ほらほら、北こっちだよ、北。こう行ってこうか。これ北こっちか。うん。え、じゃあ違うじゃないですか。いや、俺こっちだっつったじゃん。あっちって言ってたじゃん。あっちって言ってましたよ。北こっちっつったよ。今あっちって言ってたよ。言ってましたよ。変えてんじゃん、ちょっとこっち。ブースの方を指してましたよ。ブース、違う、北はこっち。基本的にもうこれが。もうだってこっちはこっち。ちょっとずつずらしてきてる。ちょっと待って、うん、自分あっちから来たんで。うん。で、こうやってちょっとこう、あ、三宅坂をぐーって行くんで、だから北はあっちです。いやいや、それ、なっちゃんはもう変えたじゃん、今。で今土屋と、うん、なっちゃんの方向が2人とも違ってた、うん、初め、うんうん、それを今なんか2人が本当の方向にちょっとずつ修正しようとしてるのがなんかすごくダサい。正解だったんですか。ほら合ってるじゃないですか。自分こっちですよ。いやいや、インドネシア。なっちゃんがインドネシア。え、三宅坂の方から、ま、なっちゃんはインドネシアこっちって言ってたよ。で間違えたんですよ、うん、で俺はインドネシアこっちって言ったでしょ。合ってたじゃん。インドネシアこっち、だいたい南西。インドネシア南です、ね。南です。真南じゃないですよ。南西。南西だ、あっち。うん、そう。でも最初土屋さんはブースの方を指して。違う、こんな方を指してない。北なんてそんな指してない。さすがにそれは無茶があるよ、それは。なっちゃん。それ良くないよ。プライドが、これに関してはもうプライドが絶対あるから、それもういじっちゃいけない。方角はもうやっぱちょっと正確に伝えないと、それはなっちゃんも。土屋さん、うん、そうですね、うん。鳥の土屋だから。そうごめんなさい。俺だって大体で言ってるけどね、それは。うん、こっちがじゃあ北なんですね。こんなもん、コンパス持ってこられたらもうそれはもう、それは多少はずれますよ、それは。いやでもそのキャラだったら そのキャラだったら大体じゃなくてちゃんとやってほしいよな。いや、そうですね、でも、うん、こっちじゃん大体俺はこっちを指したんだから。いやあっちだったっすよ。いやそれはちょっと待ってなっちゃん、それよくないよ。それは東差しましたよ。そういう嘘はよくないよ。それなっちゃん、そのリスナーが、ね、リスナーが全くわからないっていう状況の中でそれはよくない。それはえ、うん、怒ってるじゃん。うう法学裁判それはよくないよ。それはで怒るんです。話になんないの本当に。東刺してたじゃん。そんな怒んなくていい。花輪さんもそんな怒んなくていいの。東は刺してないでしょ。刺してましたよ。こっち刺してたよ。東を刺してたよ。刺してましたよ。刺してたよ。なんなのもう。何でそんな怒られなきゃいけない。プニプニさんです。はい。多分土屋さんが合ってると思うんです。うん、合ってるんですが、うん、俺が基準だからみたいな表現になってるんじゃないですか。うん、というふうに捉えられても仕方ない言い方です。ね。うん。ということですね。はい、はい、それはもう申し訳ないです、うん、多分、うん、あの僕の方角が合ってるから、うん、それはもうしょうがないですよ、やっぱり。分かってない、ね、そういうことじゃなくて、このお便りがそのいちいちあっちですよって言わなくていいってこと。いや分かってるけど、うん、それが面白いと思ってるけど、俺は面白いと思ってないってこと。そのこんなになるとは思わなかったから、それあのポストの方向真逆だから、あの訂正したらこんなになるとは思わなかった。解散しないで。それはいやもう解散だよ。方向性の違いね。これこそ方向性の違い。方向性の違いだよ。いやうまいとかで終わらせたくないよ。やばダメだった。これをだからやりたいんだろうな、やっぱりな。よくわかんない。方角漫才やりたいのわかんない。方角漫才っていうのかな。やりたいですか。こんな怒ると思わなかった。でも正確にだから大体わかるんですよ。すごいでしょそれ。能力がすごいでしょ。いやすごいですよ、うん、能力っていうか、まあ、僕は普通だと思うけどねこれが、うん、何だろうね。いいじゃん褒めてんだから。どうすりゃいいですか。いや違う、じゃあどうすりゃいいこれは、今日夕ご飯なんですかね。ね、本当だよね。楽しいですね、うん。楽しく会話したいよね。楽しく会話したいですよね。本当だよね。こんな怒ると思わなかった。方向系気をつけてね。方向系ちょっと、うん、はい。なっちゃんは、なっちゃんは大体わかるっていう話だから、別にいいんじゃないですか。今日どこ行くのこれからなっちゃん。今日は、うん、北です。いや北ですよ。場所だから北こっち、北こっち。もうやだ、ほら今みんな西指した、みんなしまったもん。今西指したほらね、北こっち最悪だ、うん、最悪だよね。ほんとね、本当ですよ。すいません、はい、すいません。もう何にも話したくなくなったな。オープニングトーク方角を訂正しただけで、はい、あ、そう。
大変ですね、本当に、ね。なんかありますか、これだけだと。オープニングトーク。ね、本当に。なんかあります、そんなになっちゃった。オープニングトーク。オープニングトーク。はい。何か今日なんか、なんかあるでしょ、なんか最近の話、なんか急に。急に、うん、急にってなんだよ、別になんか、なんかあるんじゃないんですか、トーク。いや、そんな感じで聞かれ、うん、聞けないでしょ、だって、うん、そんな感じで、うん、だって。すごい喋りづらいわ、それは。怒ってるんですか、え、怒ってるんですか、花さんが怒ってたからね、今。いや、俺は怒ってないよ、別に。怒ってたっていうか、うん、なんつうんですかね、うん、あの、そんな細かく訂正しなくていいじゃないっていう話。はいはい、だから、漫才中も別にこっちが、ね、それは別にうるさいなーで、うん、いいんじゃないの、それで、それの、それだけで、うるさいなって話をしてるってこと、うん、そうそうそう、うん、それで済んだんじゃないかなって思うんだけど、別に、はい、そう、ダッダーン、ぽよよん、ぽよよん、おぼんこぼんじゃないから、おぼんこぼんじゃないから、仲良くしてください、方向性の違いだよ、本当に。なんでこんなことでこう話がこんな風になんなきゃいけないのかって話だよな、ほんとな。仲良くしてください。仲良くしたいよ、ほんとに、はい、うん。ちゃんと、はい。じゃあ、メール読みましょうかね。いやいや、ね、メール何でもいいですよ。メール読みましょうか。メール読みましょう。はい。ね、うん、ここはなんとか、ちょっと、よろしいですか、うん、メール読むっていうことで、許してください。はい。はい、シンゴタンさんです。先週のなっちゃんの情報を聞いて、ボーは恐れているを見てきました。うんうん、オープニングからこれはコメディだと自分に言い聞かせながら見ました。ちゃんと見たっていう爽快感や達成感のかけらもないのですが、3時間トイレに立つのも忘れて、なっちゃんの言ってた通り眠くなることもなく不思議に頑張れましたっていうのが感想です。かっこ褒めています。でもずっともやもやしています。いや、そう、あ、そうなんだ。まだ見てない方はぜひ不思議な体験をしに行ってください。気を取り直して今週末は漫才協会ザムービーです。いろいろ頑張りますということですね。わー、いいですね。棒は恐れている。でもやっぱ本当3時間があっという間なんですよね。あっという間だし、うんうん、本当に結局ずっとまだモヤモヤしてますからね。まだモヤモヤしてんの。はい。それでも一応そのなんかこう見た後になんか解説動画とかちょっと見たくなるって言ってたじゃん。見たくなるって思ったんですけど、うん、結局見なくて。見なかったんだ。うん、もうこのモヤモヤ、多分その見たところでって感じなんですよね。見た人とちゃんと向き合って喋ったりとかしたいです。あー、なるほどね。その動画とかを一方的に。慎吾さんな。ね、見に行ってくれて、ね、うん、嬉しいです。本当にね、モヤモヤするんですよね。そうだよね。それも言えない部分ではあるからね。全然言えないですね。あれは何だったんだ。で、周りにいないんだ、見た人が。周りに、佐藤 P ヨド君っていう吉本の芸人の子は見に行ったって言ってました。うん、で話した、まあ、ちょっと話しましたけど、うん、やっぱあの、あそこでの あのシーンがどうたらって言ってたんですけど、あれそうだったっけなってやっぱちょっとすれ違いがめっちゃあったんで。なるほどね。だからもうそういう箇所がいっぱいあるんで、共感するところと共感できないところがもう多分すごいあるんですよね。うーん、人それぞれやっぱり違いすぎる。棒読みの人が出てくるやつなの。棒読みじゃない。棒は恐れてる。棒は恐れてる。あの劇団スティックのメンバーは出てない。あ、出てないんだ。すいません。はい。棒読みじゃないです。ちゃんとした演技してました。海外。海外です。海外のやつだよね。はい。すごい面白かったですね。でザムービーも見させていただいて。あ、そう、試写会来てくれたもんね。ありがとうございます。うんうん、めっちゃ面白かったですね。ねえ。うん。面白かったでしょ。面白かったです。ありがとうございました、本当に。序盤で、ああいう感じで、ねえっていう。どこで見たんですか。下の、何でしたっけ、イマジンスタジオ。あ、それは合ってるね、下ね。いや、上と下は分かります、さすがに。上と下は、まあ、上と下は、ね、なっちゃん分かってるから、それね、うん、上と下。下ってやって横やんないですよね、多分。多分。それはさすがに言うよね。それはさすがに指摘する。さすがに。はい、さすがに。はい、下で。松村さんとかもね、一緒に見に行ったもんね。一緒に見させていただいて。1時間半ぐらいだからね、漫才協会の映画は。うんうんうん。某に恐れてるよりは、ちょっとだいぶ半分ぐらいにね。そうです、ね。3時間なりますけども。いや、楽しかったですね。なんかめちゃくちゃ、あ、浅草の東洋館にいる芸人さんの、うん、まあ、人生というか、うん、まあ、それがもうグッときましたけどね、自分は。そうなんだよね、うん、そう、まあ、漫才協会ザムービーはモヤモヤするとかない。そのなんかこう話してちょっとこう解決したい部分はない。大丈夫。まあ、そのオープニングトークでおぼんこぼん師匠とねずっちさんを迎えてナイツさんがトークショーをされてたじゃないですか。で、花さん見どころはどこですかみたいな感じの質問があった時に、まあここですねって言った
ったところを見たときに、めちゃくちゃ笑いました。やっぱりそうでしょ。いや、もうめっちゃ笑いました。はい、そこをど今言っていいものなのかっていうね。それでも、ね、昨日も結構言ってたもん。あ、言ってました、ね、うん、いや、もう見どころは、うん、あのプリンプリンさんの、うん、あのインタビューで、うな加藤さんの、その表情ですか、ね、表情なんだよね、はい、もう表情が本当に、そう、もうなんどうしたんだろうっていう田中さんの話が一個も入ってない。何喋ってたか、うん、もう一回見ないと。インタビューしてる時の、はい、なんか芸人の表情ってやっぱりその人が出るじゃん、うん、ああそうですね、すごいなんかわかるよね、ああいうの芸人あるあるだよね、うん、もう全然興味 ないというか、相方が話してる時にそうそうそう、ダメな顔する人いるよね、ダメな顔する本当に、うん、ああいう感じのなんかもうなんつうのかな、そうそう、それもなんか含めてやっぱ聞いてあげろよっていうね、うん、あ、なんかちょっとこの面白い、なんかもうシャットダウンしちゃってるような感じだったよね、うん、そうですね、一、うん、人でもあの顔するかなっていうぐらいの、うん、なんだろう、あの表情、うん、なかなか出せないですよ ね、あの後に、うん、その本編は本編っていうか、うん、その編集する前の VTR はあるわけでしょ、うな、ん、さんが喋ってるシーンもあるんだよね、その後の表情の後にはシーンをカットしたやつにも俺送られてきちゃってたから、あ、そうな、見てないんだよね、見てないんだ、うなさんが喋ってるとこ見てないんだ、見てない、もうなんかそこをそぎ落としたやつがもうなんか来ちゃったから、うん、そうなんだよね、まあ、気になるけどね、喋ってたらしいんだけどね、喋ってるでしょ、うん、普通に2人にインタビューしてね、うなさんの喋ったシーンは見てないんだもん、見てないんだよ、あ、そうなん、それは気になるね、なんて喋ってたのかね、そうそうそう、この後ね、うんうんうん、あの感じで喋ってたんだって思っちゃいましたけどね。ねね、そうですね。気になる。ぜひちょっとうなさんを ね見てほしいなと思いましたけどね。2回見れば、2回見ていただければね。そうですね。1回目はもうちゃんと見ていただいて、はい、あの2回目の裏の、はい、裏ポイントはまた楽しみに ね。でも1回目は多分、うん、もう今言ってるじゃないですか、うなさんの顔に注目してくださいって言ったんで、多分そっちに目いっちゃうと思うんですよ、うんうん、で2回目は田中さんのインタビューをちゃんと聞いてほしいです。最初から聞いた方がいい最初から田中さんの言葉聞いた方がいいから、そうなさんの加藤さん の表情だけに注目がおかしいから、いや自分そっちいっちゃったんですよね、そんな見方ないでしょ、そうか逆か、うん、で何回か見に行っていただければ発見があるっていうことですからね、あの1回じゃなくても面白いと思う、うん、エンディングとかもあの1回だとまたね、いろいろこう追いつけない部分がいっぱいあると思うので、うん、エンディングも ね見ていただきたい、ぜひぜひ、うん、なっちゃんなんかすごいメンバーで、はい、たこ焼きパーティーやったらしいね、ああ、ね、キリンの川島さんとか、はい、とあとネゴシックスさんと、あと、うん、天心半太郎さん、うん、天心あの向井さん、ね、向井さん改名したの、半太郎さん、半太郎する、はい、で半太郎の太郎ってこの大きいの方の、はい、太いじゃなくて、なんか自覚とかをちゃんとみたいですよ、ちゃんとしたみたいで、ね、はい、しました、飲めるたこ焼き会だ、多分5年前ぐらいに前、うん、川島さんとあと、誰だっけな、キム、インディアンスのキムズ君とか、うんうんうん、いろんな芸人さん10人ぐらい来てやったんですよ、うん、で飲めるたこ焼きまたやりたいねっていうのでこの前やったんですけど、うんうん、もうまあ少人数で今回はやらせていただいて、うん、全員にディジュリドゥを、はい、吹いてもらった、はい、吹いた、吹いてもらった、はい、へ、川島さんとネゴさんは出てました、うん、音が、ああそう、はい、半太郎さんは全然出てなくて、はい、なんかちょっと逆にでも出る方がすごいんじゃないの、いやすごいですよ ねもうちょっとだけしかやってないですけど、出ましたよ、いやセンスあるなと思って、家とかで大丈夫なの、超でかいんじゃないの音とか、いやそんな音でかくない、はい、うん、あの窓も閉めてるので、うん、大丈夫なんですか、もうなっちゃだいぶ吹けになった、あれから割と、うん、でもまだまだですね、でもあ本当そのずっと音を流してなきゃいけないっていうのがなかなかまだ安定しないです、音が、でそのなっちゃんのあの呼吸法、あの習った循環呼吸ですか、うんうん、そう、うまいねって言われた、うん、あれはあの2人はできたの、循環呼吸はまだそこはあの音出る出ないの段階か、はい、段階なんで、ああなるほどね、そうなんですよ、うーん楽しみですね、見てんじゃないかと、ね、みんなディジュリドゥやればいいのにディジュリドゥやりたい、みんなで、ね、一回吹いてみたいな、持ってきましょうか、こんな感じで、ね、いや持ってきます、持ってこれんの、いや大変じゃない、結構長いでしょ、いやあのケースあるんで背負ってきます、あそう、はい、背負ってくんの、はい、そんなんかあの刀みたいに
バイク乗りながら、はい、そんな感じで来んの。教室行く時もそうでしたよ。はい、あ、自分の持ってってそっか。気をつけてよ、持ってくる時なんか。あ、ぶつかんないように気をつけます。はい、どこ、ね、オーストラリアのアボリジニっていう、そうだね、オーストラリア、あっちですね。ん、オーストラリアの方向はどっちだっけ。こっちです。オーストラリアこっちね、もうちょっとこっち。いや、こっちです、うん、南だから。いや、こっちです。南だから真下なんで、真下なんで、北があっちなんで、うん、こっちです。そうそうそれは合ってる、それは合ってる、それは合ってる、うん、それは合ってる、うん、こっちなんで合ってる。間違えてほしかったんだ、そこは本当。さあ、それではそろそろ行きましょう、はい。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは。ナイツの土屋のびきです。花のびきです。水曜パートナーのメープル超合金アンドーナツです。ナイツはラジオショー。さあ、今週は漫才協会ザムービーの公開が迫っているということで、うん、漫才協会芸人ウィークと題してお送りします、うん。今日は1時台にマリア、2時台に新宿カウボーイが登場です、うん。今日のメールテーマはこちら、文房具の話。PAP。今日のゲスト、新宿カウボーイの金清さんが、いつもポケットにペンを見せかけたペンじゃないものを入れているということで、今日は文房具全般のエピソードをお待ちしております。文房具にまつわる思い出、また驚いた最新文房具の機能などでも OK です。例えばですね、子供の頃いい匂いがする練り消しが流行り、いい匂いすぎて食べてしまいお腹を下しました。上司はイライラするとボールペンをカチカチしています。カチカチの音の大きさや速さで上司がどれくらい切れているか後輩社員は分かるようになりました、などです。はい、はい、ということで、その他ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などをお待ちしております。宛先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com、 rs@1242.com、 rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。今週は漫才協会芸人ウィークということで、メールを送ってくれた方の中から抽選で毎日4名様に映画漫才協会ザ・ムービー舞台の上の懲りない面々のムビチケをプレゼント。その他抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。はい、それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツ The Radio Show。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。まずはいくら戻るか、ご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。高し、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。問題です。2023年でシリーズ累計1000万部を突破した本は？ゲッターズ飯田の五星三心占い。正解。発売即重版決定。ゲッターズ飯田の五星三心占い2024発売中。朝日新聞出版。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に
利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい、東京外環道の外回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、市川中央インターに大型トラックが故障して止まっているため8キロの渋滞です。三郷ジャンクションから高野ジャンクションまでの所要時間は30分です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、飛鳥山トンネルで大型トラックと乗用車の事故のため3キロ半。内回りも飛鳥山トンネルで事故のため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿汚水、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿汚水健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。あなたとハッピー、柿山忠です。熊谷美穂です。明日は新潮社、中瀬ゆかりさん登場。古今東西の哲学を分かりやすく解説した本、1日10分の哲学をご紹介。そして70年代に国民的アイドルとして人気を博した女優で歌手の岡崎由紀さんもお迎えします。ハッピーは明日も朝8時。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. Nights の土屋です。花輪です。Hosted by Nights from Monday to Thursday, Nights, the radio show. さあ、Nights はラジオショーをお送りしております。今週は漫才協会芸人ウィークと題し、漫才協会に所属する芸人さんをお招きしています。本日、一時代のゲスト、マリアのお二人です。まずはネタを披露していただきます。どうぞ。どうもあ、どうもありがとうございます。浅草のパフィーこと、マリアでーす。どうもお願いします、私がマリアのサラマンダーユミミと申します。そうなんですよ。私が、広瀬すずです。どこがだよっつってね。顔面も年齢も運命の差だよっつってね。すいません。永遠の38歳です。すいません。49! 知りいい音するでしょ？ねえ。49歳ですよ。49歳って言ったらね、千原ジュニアさんと同い年です。そうなんですよ。よこらだよ。これ、ばーって言って、あれ、びっくりしたやけど。ほいで、ばーって、びっくりするで。こっちがびっくりするぐらい。こんなクオリティの低いものまで初めて見ましたよ、私ね。最低ですよね。そんなことよりね、今日はね、こういう場に呼んでいただいたんで、私の自己紹介をさせていただきます。私のもね、私のもしてほしいよ。チャームポイントは、この目です、どこがだよ、つってね、ね。視力が 4.0 あります。オスマン3コンじゃねえかよね。40km 先のシマウマが見えるじゃないよ、つってね、本当にね。身長は152センチで、橋本環奈ちゃんと同じで可愛らしいサイズなんですよ。166だよ、つってね、本当にね。でかいですよ。橋本環奈ちゃんじゃないですよ。166センチって言ったらね、
西川清志師匠と一緒ですよ、あんた。清志くん、安志くんだよ、そこね。すいません、本当にね。嫌になっちゃいますね。出身は、見てわかる通り、清楚な町、水の都、ベニスの生まれです。大阪だよ、つってね、本当にね。大阪ですよ、あなた。趣味はスイーツ作りで、よくふわふわのパンケーキを作って食べてます。お好み焼きだろ、つってね、本当にね。関西人なんだから焼いとけよ、本当に。マカロンもよく焼いてます。たこ焼き焼いてんじゃねえかよ、つってね、本当にね。休みの日は湖のほとりで紅茶を飲みながら景色を眺めております。協定場だろ、つってね、本当にね。炭の焼協定でワンカップ飲みながらまくれって言ってるんですよ、この人ね。最近はね、釣りも始めまして、すごいですね、最近、エビカにタコ釣ったんですよね。あれ釣れるとき分かるんです、魚群がブワーって。パチンコじゃねえかよ、つってね、本当にね。海物語を釣りって言うんじゃない、あんたね。本当に。そんなさっきから嘘ばっかついてたらダメですよ、本当に。そんなんじゃダメ。だからずっと結婚できないな、あんた。ダメですよ、もっと。じゃあ殺せよ、なんでね。じゃあ殺せよ、殺せはダメですよね。ダメ。ダメよ。こんな、殺されたら本望だわ今日ここで。おかしいだろ。え38歳なめんなよ。49だよ。いい加減にしろ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。マリアのお二人。さあ、お座りください。ありがとうございました。お邪魔します。ねえ、マリアが来ました。はじめまして。ねえ、まあ、去年のね、はい、こう、ラジオショーの初めてのイベントで。はい、まあ、あれですよ。やらせていただきます。昨日のゲストの浜寺子さんと一緒にやってます、ね、踊ってましたけれども。またやるんですか、あれ。おむすび乙女は。ちょっとね、うん、今回何踊ろうかと思ってね、楽しみにしてね、楽しみなんです。セクシー系行こうかなとか思ってますけど ね前回は、はい、何系でしたっけ。こないわは、かわいい系。かわいい系。かわいい系かな。今年、ちょっとセクシー系で。うん、セクシー系で。大人なんで。はい。去年もずいぶん、はい、ずいぶん大人でしたけども。はい、大人でした。あら、かわいかったですよね。そうですね。なんでね。年末はもう50歳になるんですか、いーちゃん。そうですね。50ですね。50代ですか、いよいよ。やばいっすね。いーちゃんも。はい。半世紀ですね。半世紀、おばさん。半世紀。どういう人生だったんですか。どういう人生だったんですか。いや、どういう人生だったかって。イーちゃんの。イーちゃんの人生ですか。うん、いや考えたらね、うん、あのに、なんかしんどいっす。しんどいっすじゃないんですよ。いや、もう考えたくないっす、年を。本当にまとめでよろしいですか。なんかね、しんどいですじゃなくて、考えたくなく生きてるんですよ、今年を。いや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 、考えたくない。50ですよ、50、うん、まだみんな、うちが一番年上でしょ。振り返って、うん、何歳の時は楽しかったなとか、はい、いやもう、振り返りたくないな。振り返りたくない。ピークは何歳だった。ピークいいちゃんのピークっていうか時。楽しかった時、まあ、38とか。ああ、38。ああ、38が一番楽しいのかな。だからネタで38って言ってるんですよ。あの時が一番好きだった。だってもうマリアでしたよね、38。マリアでしたね。38の時何があったの。まあ、いろいろ、まあ、なんかみんなで一緒に住んで、ルームシェアとかして、ルームシェアか、楽しい日々を。すごい。松山健一さんとかと違いますよ。小雪さん。小雪さんに似てるんですけど。子供たちと、うん、ルームシェアとは言わない。朝ドラで、村山工業の社長やってましたけど。今日ね、お亡くなりに。ね、はい。チーンですね。チーンですね、じゃないんですよ。チーンです。あ、だから小学生とかの時じゃなくて、もう大人になって38歳の時が一番楽しかった。そう、ルームシェアしてた時が。そうですね。誰とルームシェアしてたですか、今も芸人。あ、あ、私です。あ、ゆみさんも一緒に。とか、八幡薫とか。と一緒に住んでたの。カズちゃんも。カズちゃんも一瞬外れたもん。そうなんだ。で、ロリータ族ちゃんっていう、はい、いて、うん、で、結構いろんな芸人が遊びに来るんですよ。うん、で、カズちゃんなんか赤いじゃないですか。うんうんうん、あそこは、やばい人がいっぱい集まる家だっつって。出入りする人たちの様子がね。なんだろう、ロリタ族とか。ロリのね、ロリの格好もね、そう、変わった格好してるから。赤い資金室みたいになってるんなんなんだ、あそこは。ボロボロの一軒家だったから、よりなんかちょっと、どんな屋敷なんみたいな。一軒家に住んでたんだ。その時楽しかったんですか。楽しかった。うん、なんかね、あの時ね、あの、家と門があって、ここがちょっと草むらみたいになってたんですよ。そこに、そう、そこにちょっとマネキンを置いてたりしたんですよね。マネキン？あの、マネキン、美容室の、あ、髪の毛やる、頭だけのマネキンを置いてたんです。拾ってきたんで、ちょっとそこに置いてたら、子供たちが、ちょっと門から見えるマネキンに気づいて、
気がつけばブワーって家の周りに子供たちがいっぱい集まってきて、お化け屋敷だな、お化け屋敷だよ、肝試しよみたいな感じに、ああ そ, う、うん、そう噂になってなっちゃったんだ、日に日に増えていって、八幡薫に、うん、ちょっとロングのカツラをね、かぶさして、うん、ちょっと出てってよって、小学生の前に行ってよって言ったんですよ。そして、八幡が出てったんですよ。そしたら、子供たちが、ギャーってみんな一斉に、男かな女かなって言ったんですよ。八幡を見て。白木より前に。白木より前に。あそこから。本当にリアルに言われたんだ。言われた。男かな女かなってみんなが。とにかく怖かった。怖かった。そっから中学生とかも集まってきだして、おいって本気のおいが出てきて、今まで子供たちやったのに、中学生ちょっとね怖い、怖いん、怖かったです。でガチャガチャとかちょっとやられたりして、めちゃくちゃ怖かったから、2階からカメラ持ってこうやって撮っとったり。ダメですよね。ダメなんですよ。どんな中学生来てんのか。どんどん撮ってやったんだよ。もう本当に。どこ東京でしょ。東京です。普通のご近所トラブルだよそれ。でも楽しかった。楽しかったっすね。でも続々とねみんな結婚したり。そうなんですね、ロリータ族も結婚して、うん、ユミミも結婚してみたいな、はい、離れちゃったから、はい、ね、今一人で、一人で暮らして、うん、一人暮らし、一人と、うん、お店もやってましたよね、うん、そうですね、うん、一瞬やってました、あ、もうすぐ終わっちゃったんですか、そう、3年ぐらい野方の方で居酒屋を、ね、そう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 、やってたんです、あ、いいね、行かせていただきました、まあ、本当にすごいと、ボトルキープのね、うん、もう壁が全部もうボトルで埋め尽くされてる感じで、そうですね、もう本当街のヤンキーたちが集まるお店で、そっか、こうたまり場になって、40歳50歳になったけど地元の方たち、そうですね、昔やっぱりね、いろいろこうやんちゃもしただろう人たちが大人になって集まる、そう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 、ちょっと落ち着いた感じで集まって、うん、今何中っていうのが今っていうか、うん、何中っていうのが何中みたいな、ね、はい、野方第4中とか、ね、そういうの盛り上がるところ、盛り上がる、全然だって関係ないですよね、野方とかね、そうです、私大阪なんで、うん、はい、え、ママだったんですか、そうですね、一応形式的にはママですね、はい、うん、すっごい狭かったの、狭かったですね、はい、だからもうボトルを倒さないように怖かったね、ねずっちさんとかねずっちさんとかね、うん、一緒に行きましたよ、そうですね、すごいね、すごい、ね、あ、うん、すごい時はカウンター座って、うん、後ろにみんな立ってるんですよ、そんなに狭い、そんなに狭い、立ち食いそばみたいな感じ、そうそうそう、いつも行ってもね人気のお店でしたけどね、うん、ガラガラの時は本当に人がいなかったんですけど、もうちょっと来るともうすぐ混んじゃうみたいなお店でしたね、うん、コロナで潰れちゃったんですか、コロナの前にオーナーがもう辞めるって言って、うん、はい、そうなんですよ、今は何が楽しみなんですか、今私相撲相撲、そうだそうだ、女相撲のね、はい、だからイーちゃんがこの前漫才協会のね、うん、あの大相撲大会やった時に、うん、回しをねみんなにつけてくれて助かりましたよ、あ、いえいえいえ、回しのつけ方が分かるんだ、そうですね、一応、はい、あ、そうなんです、回しをねつけてみる、あの馬事東風の山口と対戦して強かったでしょ、いや、めちゃくちゃ強かったですけど、うん、あれから考えたら、うん、今ならもうちょい振り回せるなって、うん、ちょっと強くなったんですね、振り回す、ちょっとあの時はまだね、うん、こう押すとかそんなんしかできなかったんですけど、うんうんうん、あの巨体やったらもっと横にこう行ったりとか、ちょっと真正面から当たりすぎちゃった、そうなんですよね、機動力でもうちょっと、ね、行けたと、戦い方があったら良かったなと思って、すごい悔しいです、考えてます、からやってんすか相撲は、1年です、あ、な、何きっかけで、うん、誘われて、もともとは週1で稽古やってるんで、はい、まあプラッと来てみませんかって言われて、まあ運動不足だったんで、うんうんうん、運動不足解消がてら行ったら面白そうやったんで、やることになったんですよ、そういうかいるんですか、女芸人の人が何人かいるか、そうですね、ドイツみちこっていうのが今、ドイツみちこすいませんこじらせハスキーのドイツみちこ、こじらせハスキーさん、ドイツみちこ、ドイツ対ロシアの対決みたいな違います、はい、違いますね、あ、そうですか、じゃあ高須クリニックなんか最終的に懸賞金とかね、高須院長の
高須委員長だって応援してくれてるんですよね、マリアのこと。スポンサーになってくれてはいる。マリアのスポンサーになってるんですよね。そうです、そうです。一応、はい、でも名前だけで、はい、はい、一度なんかライブにお花くれたりとか、何回かお花をくれたりとかして、あ、そうですか、はい、そう、もういいちゃんにあのモノマネというかモノマネやって、うん、でも最近あまり連絡を取ってないんで、取ってないですね、うん、そうですよね、最近で、ま、あと牧陽子さんがスポンサーになってくれたんです、見てもらいたくないもの見て見てほしいもの見てですか、ですか、そこまで完コピーするの映像ね、今上げてますけど、本人のやつだと思ってさ、ちょっと見過ぎなんじゃない、さっきスタッフさんがこれ見てくださいって言うから、うん、まあ、これ牧陽子さんのやつでしょって言ったら、うん、あれユミさんだ、ユミミだった、似すぎですよね、めちゃくちゃ似てるんですけど、似すぎだよあれ、ね、あれだからあれ画質もちょっとなんかあの感じにやったの、寄せてやって、だからたまにあ本人だと思ってコメントしてくる方、いやあれ似すぎだよもうなんかザコ師匠のやつと違うもん、ザコ師匠もね、誇張しすぎた牧陽子やってましたけど、確かにやりましたね、違うでしょ全然なんかちょっとちょっと似すぎててパラレルワールドにいるみたいな感じになりますもんね、そうですよね、気をつけて投稿しないとね、そうですね、誤解が生まれる可能性ありますよ、そうなんですね、似すぎてて、うん、誤爆しちゃうかもしれないからね、漫才だからモノマネがね2人とも結構得意だから、レパートリーは今どのぐらい、マンズ、あ、マンズマンズ、あ、モノマネですか、モノマネです、でも顔マネで言ったら似てないのも合わせたら100個ぐらいは多分なんでこんな似てる人が多いんだろうな顔マネすごい多いですよね、顔マネ多いです、2人ともね、はい、これナイツさんお二人とも、うん、写真で真似をしたことがありますし、あ、うちらの真似もできるんだ、はい、あ、そうですか、花輪さんは結構似てたと思うんですよ、うん、自分ではちょっと似てるかもしんない、目がなんかこんな感じやばいじゃんその目どんな目だよお前、どうやってデビルマサミじゃなくてデビルマサミデビルマサミじゃないよこの野郎デビルマサミってデビルマサミじゃないよ今のもともと小雪と中谷美紀さん、はい、で中谷小雪で、中谷小雪から始まってるわけですから、はい、そうですね、 あと誰がいるんでしたっけ、ね、あとまあ有名ところやとハリセンボン春菜さんとか、うん、ああ、まあ髪型もね、髪型も、ね、近いですし、そうですね、これ、うん、あ、メガネ、うんうん、はい、これ持ってきて、かけるとまあ、あ、似てる、似てる、でもやっぱお笑い芸人だし、うん、やっぱ春菜がいろんな人になんとかなんとかじゃねえよってやってるから、うん、それやっぱ春菜じゃない方がいいと思うな、うん、あ、最近ありますね、うんうん、あ、ね、うん、リョフカルマさんそれこれでいけますね、そんな何そんな顔動くのすごいすごいラジオなんですよ、ラジオなんです、めちゃくちゃ面白いですけどラジオなんですよ、ラジオなんです、ラジオだった、いや僕らが聞いたんですけどね、なんか似てる人いますって聞いたんですけど、ね、顔真似なんで、はい、そういっぱいあるからな、そうですね、近藤真彦さんとかもね、あ、そうです。マッチでーす。喋ったら全然似てない。喋ったら似てない全然。喋ると似てねえ。喋らないのにねえ。あ、でもか。あ、でもそれか。あ、でもそれか。急にどうぞ。急に納得してね。スープたちの俺。立ち直るからやっぱ自分でちゃんと立ち直ります。漫才協会はもう何年ぐらいでしたっけ、もう長いんですか、もう5年ぐらいですかね、ですかね、5年ぐらい、5年ぐらいですね、師匠とはうまくやってますか、師匠だいぶこの5年でね様変わりしましたよね、そうですね、うん、そうですね、この女性楽屋じゃないですか一応、はい、やっぱりなんか女性楽屋だと女性の師匠とかがやっぱりいっぱいお話ししていただいたりするんですか、そうですね、そうですね、うん、女性が固まるときはいっぱいいますね、うん、うんうん、まあ基本はでもね、うん、にゃんこ金魚師匠ぐらいしかいないでしょ、夢子師匠、夢子師匠ですね、夢子師匠と漫才、夢子師匠結構やっぱ話止まんない止まんない止まんないですね、うん、めちゃくちゃずっとおしゃべりしてて、うんうんうん
あのたまにやっぱ入ってこない時があれば、頭に入ってこなくて何喋ってんのかなーって長すぎて、もう喋りすぎてね、はい、うん、長すぎて何聞いてんのかなこれと思ってありますねやっぱね、はい、もうねそうですよ、そう、まあでも中堅ぐらいですもんね、うん、だから言ったらね新人大賞も優勝してということですから、ねえ、ですよ本当に入らせてもらって、ね、はい、良かったです、はい、本当良かった、漫才協会本当良かったです、はい、本当ですよ、うん、入って良かった、はい、入って良かったです、良かった、それが何よりです、漫才協会ウィークですからね一応ね、はい、うん、どうしてもサンミュージックの、ね、うん、なっちゃん、なっちゃんそうです、はい、みたいな、その漫才協会入って頑張ってるマリアは結構ね、はい、輝いてますか、もうずっと面白い、ずっと面白いからね、はい、本当ですよ、ものまね面白いねやっぱり、うん、どんどんやっていくねもさせていただきますね、まっちゃんの真似もいけますか、まっちゃんの真似もやりますね、お願いしますね、これからやると、これからやります、とりあえず賞賛なくてももうやるんですねとりあえずも安請け合いするんですとりあえずね、はい、数です、カズちゃん、何それがね、はい、さあお二人からお知らせありますか、はい、シロ漫才クラブ、はい、シロ漫才クラブって言いましてね、はい、毎月漫才を 新ネタ2本を、うん、やるライブがあるんですね、はい、でエルシャラカーニさん筆頭に、うん、サンミュージックの若手が、はいはい、漫才2本やるライブが、明日なんですね、明日、うん、明日、うん、明日、はい、下北沢ミネルバで、うん、19時15分開場、19時30分開演で、はい、やらせていただいております、なるほど、はい、まだチケットあるかな、まだ、はい、ギリギリあります、ギリギリあります、ただ明日はエルシャラカンさんいない、いないんです、あ、いないんだ、シロー漫才クラブなのに、そうなんです、明日ちょっとお休みで、不在、その代わり、うん、カモメンタルさんが、はい、あ、カモメンタルさんが、はい、あ、じゃあ、いいじゃないですか、マスでぜひゲストで、あとロビンフットさん、はい、あ、もう面白い人ばっかりだ、そうですね、はい、ありました、はい、はい、ということでこの時間のゲスト、はい、マリアのお二人でした、ありがとうございました、ありがとうございました、カバライ金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。デンタルプロ営業部の鈴木です。伊藤です。先輩、最近歯間ブラシを使い始めたんですけど、歯間ブラシと歯ブラシってどっちが先なんですか？いい質問だね。実は汚れを落とすには歯間ブラシを先に使う方が効果的。これからは歯ブラシの前に歯間ブラシだよ。磨くを変えるデンタルプロ。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。お聞
番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。続いてアミドの 3S がお送りするいいですね。めちゃくちゃ便利ですよね。めちゃくちゃ便利です。あ、もうじゃあ、ね、筆箱にも何本も入ってる感じですか。入ってます。あ、はい、なるほどね、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。アミドに貼るだけ花粉をキャッチ。 3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めはアミドマン .net で。時刻は1時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。岸田総理大臣は今日、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆議院政治倫理審査会について、自民党総裁として自ら出席すると総理官邸で記者団に述べました。自民党、まあ、総裁として政倫審に、まあ、自ら、まあ、出席をし、マスコミオープンの下で説明責任を果たさせていただきたいと、まあ、志のある議員に政倫審をはじめあらゆる場において説明責任を果たしてもらうことを期待しております。岸田総理が審査会に出席すれば現職の総理大臣としては初めてとなります。一方、野党4党の国会対策委員長は自民党安倍派と二階派の幹部5人の政倫審出席が確定しなければ新年度予算案の協議には応じられないという認識で一致しました。立憲民主党の笠国対委員長代理です。もう申し出されている5人の皆さんがきちんと政倫審に出席をするのかどうか、この5人の政倫審の出席が確定するまではこの予算の今後の日程協議には応じられないと。一方、自民党の箕川国対委員長代理は総理の出席と5人の出席の関連はわからないと述べました。現実的にはなかなか早期にできなかったというのは、事実としてありますけれども、そのことと今回総理がご自分で、申し出をされるということの関連性については我々の方では承知しておりません。次に、アメリカのバイデン大統領は27日ホワイトハウスで議会上下両院の与野党指導部と会談し、来月3月1日に迫る予算の期限切れに伴う政府機関の一部閉鎖を回避する必要性で一致しました。民主党のバイデン大統領は政府機関の閉鎖は経済に大きな打撃となると指摘し、ウクライナ支援を含む緊急予算案を下院で早急に承認するよう求めました。一方、共和党のジョンソン下院議長は会談後、不法移民対策のために国境管理を強化することが最優先事項だとした上で、問題について合意し、政府機関の閉鎖を防ぐことができると考えていると述べました。おしまいに、自動車大手のホンダは今日、日本と北アメリカで年内に発売する予定の FCV 燃料電池車を東京都内で世界初公開しました。FCV は水素と酸素の化学反応で発電し、モーターを回して走る仕組みですが、水素を充填する拠点の不足が普及を阻む要因となっています。で、ホンダは国内企業で初めて家庭で充電できるプラグイン機能を搭載し、利便性を高めました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。歌手生活60年記念五木ひろしスペシャルコンサート2024-2025、4月12日大宮ソニックシティ、5月21日相模女子大学グリーンホール。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。
アンサンブルさんです、はい、方角に強い土屋さんですが、うん、私の主人の場合は西暦に強いです。うん、浜崎あゆみのボーイズアンガールズが流行っててという話題になったら、1999年ねとか、甲子園の早実対駒台苫小牧の決勝がって言ったら2006年ねすごいとかいちいち言ってくるので面倒くさくて仕方ないです。土屋さんもその気があります。でも年表に強いのは花さんの方が、うんうん、覚えてるよ ね、 そうそうね、これは強いね。あ、やっぱり平成何年とかの独演会とかやられてますからね。すぐ言うもんね、それもね。それも言うね、俺確かに。俺はそれは年表はすぐ言っちゃうかもしれないけどね。っていう、でそこの人は、うん、そっちの方が嫌なんだ、うん、そう旦那さんがどんどん言ってくるのがね。そうだね、いちいち言ってくるんですよね。でも方角よりなんかこっちの方がなんかイラつかない気がするな。出た出た、方角は本当に方角いらないと思うんだよ。方角差別だ。方ハラ方角いらない方角いらないですか。方ハラ方角いらない。方角は本当にいらない。方角いらない。方角はいらない。方角いらない。まあいらない。まあ、うん、まあそうですね。じゃあ分かった、もう我慢するよ。花田さんには言わない。もう方角の指摘したらもうこんなに。俺は一回ここ正面ってこれ手で置いたからね、さっきの。その上でここがポストって言ってるから、ね。そうですね。正面玄関としてっていう。そしてって言ったでしょ。はい、もう一回聞いてください、ね。もう花田さんには。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか。カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買い取りはカメラの北村。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿汚水中皮腫肺がん赤面肺微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか。建設現場や工場でアスベスト石綿汚水健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。東京マラソン財団からのお知らせです。3月3日日曜日は東京マラソン2024開催のため、都内では長時間の交通規制が行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは大会公式ウェブサイトへ。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。はい、花信之です。メープル超合金の安藤夏です。さあ2時の天気予報です。なっちゃんお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 11.5 度、湿度 28%。 東京地方今日の天気は晴れ、関東地方は引き続き晴れる見込みです。昨日ほどの暴風にはならないものの、日中いっぱいは風がやや強く吹くところがあるでしょう。空気も乾燥しているため、火の取り扱いには十分注意してください。最高気温は13度前後で、昨日より3度前後高くなるでしょう。この後ネタを披露してもらう新宿カウボーイさんの最後のサイコロ、うん、強風で吹き飛ばされないよう気をつけてくださいね。以上、2時の天気をお伝えしました。だからどれくらいみんな知ってんのかな、うん、もう結構みんな知ってるよね。新宿カウボーイの最後出た目、出た目ですね。サイコロをね転がして出た目がいくつかで、うん、今日は何かなっていう、うん、もうなんかもうライブシーンとか、はい、芸人はみんな知ってるけどね。知ってます知ってます。お客さんとかリスナーも分かってんのかな。それなやるんですか、ね、絶対やるでしょ。やります。ネタでやんない時見たことないんだって。漫才協会のさ芸人全体的に長くないネタ。昨日から思ってたんだけど、漫才協会って真面目だなと思って、うん、なんか40秒ぐらいでいいなと思ってるんだけど、結構みんなちゃんとやるなと思ってさ、ね、3分4分は、うん、3分ぐらいやるよね。そうですね、うん、はい、新宿カウボーイも1分ぐらいでいいかな。本当今言われても困るんだよねそれは、うん、まあそんなか、うんうん、もうちょっと早く言っといた方がいいかもしれない。ラジオとかってさ、うんうんうん、ね、うん、ね、
はい、ということで、うん、さあこの、はい、あテーマメール、うん、今日はね文房具というテーマでね、はい、皆さんからメールいただいてます、うん、ラジオネームチェリマツさん、はい、社会人になりたての頃パソコンに付箋をたくさん貼っていましたが、うん、貼りすぎて何の付箋なのかが分からず混乱しました。ドラマでよく見た仕事ができる人の真似事で本当に仕事ができるようになるとは限らないとその時に気づきました。確かに、ね、だってなんか書いて普通貼るじゃん付箋って。書いた結果分かんなかったんじゃないですか。貼りすぎてそれが押さえて、なるほどね、なんでワードこれなんだろう、ワードだけだったら分かんないね。でも本当そうだね、何日何番ってこれなんだろうなとか、うんうん、貼った後に分かんなくなっちゃう、ね、そう解約とかだけ ね貼っちゃったりとかね、何の解約だっけ、何の解約だっけとかね、その時は分かるんですよね。だ仕事ができる人は多分貼ってすぐそれをもうやっちゃうから、うん、剥がすっていうのができる人だよね。それがここでできないとなるとやることだけが付箋だけが溜まっていっちゃうっていうのは、あなるほどね、剥がさなかったのか、うん、その仕事を全部やんなかったのか、やってないのか、ね、やってないのか、ね、そうだよね、残ってるってことは結局貼ってるだけで先送りしてるのは変わんないんだよ ね、 ね、あそういうのはあるかもしれない。付箋ってねいいよね、いまだになんかアナログって感じがしていいけど ね、 いいね。辰野お年頃さん、私が使っていた文房具で好きだったのがクリスタルポケットカラーペンです。一つ一つの、一つのペンに替えの色のついた芯がたくさん入っていて、塗り絵の時にめっちゃ使いました。ただ好きな色ばっかり減っていくので、最後の方は使わない色だけ詰めた謎のペンが出来上がっていった気がします。だからなんか三色ボールペンみたいなやつを自分で好きな色で作れると。そうか、芯をあったあったあった、カートリッジ式に入れてっていうやつですね。そうそうそう、あったあった。いや確かに好きでもないんだなこれあんまり今。これはなんでこれあったの、普通に色鉛筆じゃダメなのか、ね、色鉛筆でもかさばらないじゃないですか。あそっか、芯だけ、そうか、何種類、ね、箱に入るあるから、ね、これでもう何種類もできる、ね、確かにね。こんなに色なくてもいいよね、あんまり使わないかもしれないね。確かにね、絵の具とかもそうでしたよね、だから白がやたらなくなるみたいな、まあその偏りは出てくるよね。あ懐かしい、黄色がお先に塗ると早く絵描けるらしいね。この前あなんだっけ、ジミーさんが、BS でジミーさんだけの 絵のさ、画家のジミー大西っていうやつやってたの、だもう先に全部黄色描くのって、黄色がね先にキャンバスに描くと、もうどんどんスピードが増してくるんですって言ってた。ジミーさんだけじゃなジミーさんだけなのかな、ジミーさんの発想があって、もうめっちゃ面白かった。そなんか濃い薄いとかそういうので薄い色から塗っていくっていうことをよく言ってんの、じゃなくて発想があって、ね、黄色だとねこう煽られてる感じがして、それでね進むんだって。でイーゼルも使わないんだって、ジミーさん全部こうやって床でっていうか机で描いててさ、超面白かった。30分全部見ちゃった俺、ジミーさん。なるほどね、そう、いやなんかあるんですかね黄色、ジミーさんにとってなんか ね、うん、そうなんだよ。さあまだまだメール待ちしております。この後新宿カウボーイ登場です。相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz、FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93、 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。
代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10。さあ、2時台最初はザ・ゲストショーということで、今週は漫才協会芸人ウィークと題し、漫才協会芸人さんをお招きしております。さあ、2時台のゲスト、新宿カウボーイのお二人、まずはネタを披露していただきます。どうぞ。どうも、新宿カウボーイです。どうも。いやー、どうも、ありがとうございます。いやー、そういうことでね、ご挨拶しないとですね。いやー、どうも皆さん、こんにちはこそば。面白いところは皆さんが探してください。どういうことですか。宝探しのようなね、混ぜていきます。よろしくお願いします。お願いしますね。ねえ、はい、彼はね、金京さんは実家がお寿司屋さんで。あ、そうなんですよね。ねえ、今なんてね、こう芸人さんがこう副業で、ね、こう店をやりながら芸人やるなんてこともあるじゃないですか。はいはい、あ、そうですね。そう、なんか実家ついておけばよかったみたいな後悔ないですか。あ、そんな後悔は私全然ないですよ。全然ない。全然ないですよ。やっぱりね、こう俳優一本でやってますからね。俳優だったの。あ、お笑いじゃないんだ。はい、俳優だったの。芸人の役を25年間。あ、もう笑えないよそれ。役でやってたんだよ。台本通り。台本通り。あ、一軸やってます。そうなんだ。道理でなんか芯食った笑いしないなと思ったんだ。それはどういうこと。それはちょっとそれ予定にないな。予定ない。なんだ、本当に腐ってきたわ今。やめなさいよ。いや、でもそんなこと言うけど、なんか寿司屋やっとけばよかったんじゃないかって後悔をね、ちょっと感じるのよ。いや、後悔一切ないですよ私。出てんだよね。あ、そう。普段ね、じゃあ舞台袖で金京さんみたいな髪型してるお客さんいた時、あなた何て言ってますか。ああ、今日は光物のお客さんが2巻だな。出てんじゃないか。ハゲてる人のことお前光物って言ってんじゃん。あと人のことカンって言ってんじゃない。いや、笑せつしたんです。誰を笑わせ。なあ、認めなさいよ、あなた。やりなさい、副業でお寿司屋さん。わかりましたよ。もうそこまで言ったら寿司屋さんやりますよ。お、やりなさいよ。副業でお笑いやりますよ。お笑い副業だったんかい。これはごめんな、サイコロ転がしたら強風でどっか行っちゃった。どうもありがとうございました。すいません。すごいビル風がすごくて、ね、風がすごくてサイコロどっか行っちゃった。サイコロどっか行っちゃいました。危ない危ない。いやいや、びっくりしました。目を確認できなかった。多分今大手町の方に行っちゃいました、ね。このさ、めちゃくちゃ近くでさ、やっぱ見ると面白いね。そうですね。金京くんってなんか でかいからね、私のね。でも全然シン食ってなかったですよね。シン食ってない。シン食ってないですよ。相方の笑いがシン食ってないって言うなって。プロの先輩がみんな思ってた通り。シンは食ってないよ。毎回ね。こんなネタ中にぐさっとしたことないですよ。だけど近くで見たらなんかもうやっぱ面白い。本当ですか。顔とかさ、なんか迫力がさ、すごいよね。いやしかし危なかったですね。危なかった。ネタをしっかり2分で作ってきたんですけど、花輪さんに1分でいいよねって言われて、急遽1分で急遽言われて、さっきはもう始まる30秒前に話を交渉つって、なんかちょっと変だったよね。だいぶ始まりましたね。そんな直前に言われても一気に半分にしたわけですからね。30秒で、もうちょっと早めに伝えてもらえればちょっと寿司ネタがあったんです。もうちょっとあったんですけどね。ちょっとあったんですけど、どういうやつですか。そこで聞くのか。お寿司屋さんにね、未練があるんじゃないかっつってね。漫才協会で師匠にお茶を出すシステムあるじゃないですか。お茶出すときなんて言ってますか。あ、師匠上がりです。見ててんじゃないの、お寿司屋さんっていうね。だからやばくてやばかった。危ない危ない危ない。危なかった。よかった。サイコロも飛んでってよかった。サイコロも飛んでってよかったです。そこにあの焼き鳥あるじゃないですか。いや、焼き鳥って何なんですか。焼き鳥が刺さってるじゃないですか。焼き鳥間違えた。ポケットに焼き鳥刺さってます。焼き鳥じゃないですよ。いや、これソロバンです。ソロバンかー。違う違う違うね。音が鳴るやつね。ラジオだから音が鳴るやつ。ペンって振らせてあげないといけない。毎度毎度私言ってますけど、花さん、まずね、私のペンネタを、まずポケットに入ってるのをペンと持っていただきたいんですよ。なんで中に入ってるものを焼き鳥出てくることもあるけど。で、焼き鳥は今日用意してないんで、ないんですよ。ラジオだから。ラジオだから一応音鳴るように、ソロ版にしてるんですよ。ソロ版にしたい、それでね。そういうことですか。ラジオ対応してるんですから。意外とこう見て TPO をわきまえてる。ちゃんとね。考えてるんですよ、ちゃんと。一番冷めクイズやりたいよね。金京クイズ。金京クイズやりたいですね。これだって当てられる人いないでしょ。ね、予想したいよね。あ、予想ね。何が入ってる。中身当てとかってクイズでやる。クイズやりたい。本当にだって見るたびに違うから。いつも。本当そうね。ポケットの中身は必ず当たんないようになってるんですよ。なんで当たんない。まあそう。一枚上回る。上回る。当たったらやっぱ笑いに繋がんないですね。じゃあ何が入ってないですかこれ。金京クイズ。私のポケットの中ね。ええ。ペンじゃないんですよ実は。ええ。これペンのようでペンじゃない。ペンじゃないんですよ。じゃあ何かということ。これは何でしょう。ペンと見せかけて。
トランプのジョーカー。お、あ、何それ。正解はドルルドン、ファミコンのハイパーオリンピックの壁。当たるか。ファミコンのソフトだ。ハイパーオリンピックの、ファミコンのソフトを横に刺してる。ハイパーオリンピック、懐かしい、はい、この一連のやりとりラジオじゃ何も伝わらないですけど大丈夫ですか。ハイパーオリンピック、ハイパーオリンピックイヤーだから今年2024年が秋葉原でつけてた、ね、してね、考えて全然分かんなかった、ね、たまたまあっただけだと思いますね。たまたま今年がオリンピックだったって、面白いな、全然分かんなかったですね、まあ、これはやっぱね、こう聞いてる人気になると思うんですけど、土屋さんもこの、あ、いいですか、当てましょう、はい、何があったっけな、むずすぎるでしょハイパーオリンピックは。これ難しいんだよな、ちょっと難しい、ファミコンのソフトだけでもいいんでしょ別に、最悪、あ、まあまあ、言い方としては、言い方としては、いや俺またシンプルに、はい、シンプルにつもりだけど、この胸にお団子刺してるじゃないですか、お団子、お団子、うん、正解はドルルドン、リコーダーです。長い、長い、こんな長いのも入る。そっか、リコーダー、リコーダーでございます。すごい、やってることはほぼマジシャンの人です。やり口は。だから投票館でロビーで一回声かけられて、さっき出られたマジシャンの方ですよね。僕もマジシャンだと思われて、マジシャンだ、マギー真嗣さんかなんかだと思ったじゃないですか。格好もね、格好もマギー一門みたいだからね、ね、僕は師匠の方です、ね、師匠の方黄色だから、マギー師匠の方、師匠亀井君はね、マギー真嗣さんの格好してる、真嗣さんは言ってマギー一門なんですよ。師匠と足じゃなくて、そうです、そうです、これはまたないよな。何種類ぐらい持ってるんですか。これは一応126種類ありますね。うわ、家に、カラーボックスが3つ、3段のやつが3つあるんですけど、ああ、そこにあの用途によってね、区分けされてるんですよ。季節ネタ用とか、ちょっと大きいもの用とか。金魚賞と一緒だね。あ、金魚賞と一緒なんですよ。頭のね、飾り。だから、子供の日とかね、鯉のぼり。で、金魚賞が頭に鯉のぼりつけてて、あ、これどこどこで買ったやつでしょってすぐ分かりました。お互い一緒でした。買ったそうか。そういうコーナーも100円ショップなのか。そう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 。どこで買って分かるんだ。でも、スカシは絶対やんないんでしょ。あ、スカシをね、一回、中野の普通のライブでやったんですよ。のエンディングで、スカシコーナーで、はい、皆さんね、これ言って出るんで、メモっといてくださいっつって、でペン貸してくださいよっつって、はい、ペンどうぞって普通にペン出したんですけど、もうお客さん全員がこのペンネタ知ってるもんだっていうもんでやって、うん、本当にペン出したんかいって受けるのかと思ったら、お客さんそのルール知らないから、単なるペンを出した人、ね、ペンのやり取りを貸し借りをしてるだけの、なぜか舞台にペンを刺してる人って何にも面白いない、何にもない、顔真っ赤になっちゃって。誰もが知ってると思ってた自分がもう情けなくて恥ずかしい、はい、もう絶対裏切っちゃダメだ、二度と夢じゃなくて夢なんです、ね、夢なんです、いやだから、いやもうちゃんとしたもん、ちゃんと物を出さないと、もう勘違いしてました。そっか、もう怖さがあるからね、洋七師匠から教わったんです。洋七師匠はこのネタはやってないんです。あ、やってないんですか。金京さんはね、洋七一門に。まあ、付き人とかね、カバンとしてましたけど。やってたから。オリジナルなんですか、ね、これはオリジナルですね。126種類。126種類あります。すごいですね、全部、もう一応もう刺さった状態で置いてあるんですか。刺さった状態で置いてます。だからこの、ペンのキャップも、うんうん、もう全部統一してるんで。ああ、はい、すごい。100円ショップの、あの、ペンのキャップを。で、都内からなくなったんで、え、そのシリーズが都内からなくなったの。なんで僕、2、3年前に X で、すいません、このタイプのキャップが欲しいんですって言って、全国各地に行ってもらって、100円ショップに皆さんそれぞれ、送ってきてもらって、で、まあ、その後で振り込みで代金払って。だからそんなもん一緒じゃなきゃダメですか。いや、やっぱりほら、中身、ね、変えて、一回出して、その後、また違うの出すときに、キャップが変わってると、あ、中身変わってるでしょってなるじゃないですか。でも、ね、キャップが一緒だと、あれさっきリコード入ったのに今そろばんになってるじゃんって、マジックの要素ちょっとあるんですよ。でもマジシャンの考え方振りを全部同じにしとかなきゃいけない。しとかないとね。そうだ、今キャップだけで在庫が300本ぐらい家にあるんです。じゃあそのペンの部分はどうしたの。ペンの部分はね、ちょっとずつ使ってますね、一応。そうなんだ。一応使ってます。使い切れないですよ、使い切れない。ネタ書くタイプじゃないですからね。絶対減らないですよ、ね、ペン減らない。お手紙書いてね、フリーだから。そうですね、そうですね、年賀状とか請求書とかね。請求書ってやんなきゃいけない。今時手書きで請求書書かないですよ。やってるんだ。そうですね、これやっぱりね、このペン販売してますからね。
あ、一応これグッズ化されてまして、何かがついた状態のペンを、はいはい、あ、グッズとして販売してる。いや、結構ね、何年も前に、うん、あの通りすがりの人にこのペンネタしてる人に、うん、これってどこで売ってるんですかって聞かれて、ドンキホーテとかですかって言われて、いやいや、こんなの手作りでハンドメイドで自分でやってるだけなんで、うん、いや、うん、買いたいんですけどっていう声をちょっと聞いたので、私がもう、これはたまに真似して作る人いるんですけど、うんうん、作り方が非常に雑だったり、うんうん、もうキャップが統一されてないんで、あくまでも本人が使ってるキャップと一緒ですよって話、流暢に喋るじゃん。商売人ですかね。100円ショップで買ったやつをこうくっつけて1000円で売ってますから、ね、100円と100円くっつけて1000円で売るっていう。いやいや、それはね、暴利をむさぶってる男。いや、暴利じゃないですよ。あの金京と同じペンネタができるっていう権利を絶対受けますからね、このシステム。そうですね、一生受けるシステム。忘年会で絶対受けるもんね。もうこれ絶対忘年会で受けますから。胸ポケットも普通じゃダメでしょ多分ね、これは。なんでね、販売用はね、皆さんのポケットに入るようにポケットサイズ作ってます。優しい、優しいんだから。もうこれ見て一応ちょっと長いやつはちょっと人の気持ちを考えてる。安いんじゃないの、1000円。まあまあまあ、そうなんですけどね。まあ一応なんか手売りなので、お釣り出ないように1000円の方が売りやすいかなって。それやっぱり漫才協会の理事でね、培ったカレンダーの販売で培った。そうあ、そうですね、カレンダー間違えてましたよね、ちょっと見込み。カレンダー担当だから。そうですね。ね、カレンダーを1000部作ったんですけど、うん、結構売り切れて、うん、で、それこそ、有志工事の益子くんと、うん、まあまあ、再販しようってことで、うん、まあ最初200、500、1000。うん、言ってて500ぐらいかなって言ってたけど、うんうん、いやいや、ここはもう思い切って1000いきましょう、勝負に出た、はい、だから計2000部作って、うんうん、しっかりちゃんと500部残るっていうね。びっくりしたもん、この前久々に協会行ったら段ボールにさ、はい、カレンダーが山積みになってんのもん、はい、あ、そうです、ちゃんと最初でも完売したんですよね。最初は完売したんですよ。追加があれです。追加1000部追加したら500余っちゃってね。でもうこの時期だともう3月になっちゃうしね。そうですね、まあ、売れづらいだろうし、3月から売れないでしょうね。売れないよね。まあまあまあね。まあ、なんていうんですか、鍋敷きとかにも使えますからね。カレンダーを。カレンダーね、そんなに大きくないやつが売りだから、うん、ね、結構文字がちっちゃくてね、老眼で俺見えないんだって山口さんに言われた。そうそうです。中の文字がね、ま。毎回カレンダー作るといろいろ気使ってるんですよ。師匠の写真の位置とかいろいろ、ハーフの接近とね、話して作るんですけど、何かしら絶対ね、クレームが来るんですよ。まさか今回字がちっちゃいっていうクレームがね、まさかの。あと、宇多治師匠の出身地が違うっつって。そうだったんですよ、はい。そういうのがあるの。配れないよって言ってましたよ。配れない。出身地は師匠ってどうなの？長野なんですけど、うん、それどこだっけな、なんか違う県。違う地域、違いちゃう。なんで、最初に作った線部は間違った情報で販売してるんですけど、うん、後に作ったやつは修正してるので、うん、残りの500部は本当の、うん。それが売れ残っちゃった。ちゃんとしてる。ちゃんとした情報の方がいいわ。どうでもいいわ。半分しか売れないわっつって、いつも買い取ってくれるんですけど、どこ出身でもいいわ。今年は半分しか買わない。俺も出身地間違えて、はい、売れないわっつって、何かしらね言われるんですよね。だから昔1ヶ月に一組だけでっかい写真、うん、漫才やってる写真、うん、どんどんなんか12組しか乗らない感じで、うん、いつもと違う感じで作ったら、うん、これがこれでね、うん、ダブルモーマーションにね、楽屋で、うん、なんだよ、今年のカレンダー、乗ってねえじゃねえかってなったわけですよ。で、誰がよ、作ったの、これ、うん、つって、もう僕、その楽屋にいたから、うん、もう、白状するしかないなと思って、うん、いや、実は僕が作ったんですよ、うん、つって。まあ、一応、ちょっと、こういう形で、いつもと違う形で、評判を見てみようかなと思って、うん、つったら、もう、僕の顔5センチぐらいまで近づけて、はい、ああ、評判悪いね、これ。もう、来年から全員映るように作ります。あれは怖かったですね。あれは怖かったね。怖かったです。うん、はい。もうだからみんな売れないだろうってことなのかな。そういうことなんです、うん、結局自分が出てないから。うん、でもさ、普通の、だって、普通のいろんなアイドルとかのさ、うん、はい、カレンダーって大体そうじゃん。まあ一応メインの人とかね。メインの人とかさ、はい、そんなのに忖度したらさ、はい、全部やっぱおかしく、うん、そうなんですよ、なっちゃうでしょ。えぐみの和夫さん5面ぐらい乗せなきゃいけなくなっちゃう。ね、クレーム入れがちの人を、うん、そうですね。あと、ピロキさんとさ、ピロキさんとさ、そうですね。同じになっちゃうからな、やっぱり。で、極力、歌自称、顔大きめでね、とかね。いろいろややこしい人が並べてるかもしれない。ね、ややこしい人だけで、なんか嘘のカレンダー作って、これですって言って渡しとけばいい。今年これですって言って。裏バージョン、表バージョンみたいなで売ったらいいじゃないですか。そうですね。手間だな。ややこしいバージョン。ややこしいバージョン。裏バージョン300部ぐらい作っとけば、まあ、歌辞書が100部ぐらい買ってくれれば、ね。
そんなことをやるために入ったわけじゃないのにね。いやそうですよ、もう大変ですよ。でも漫才協会は12年いますね。来月で丸12年なんですね。長いもんで、はい、新宿カウボーイってさ、はい、漫才協会の新人大賞って優勝してないんだよね。優勝してない、ね、優勝してないです、はい、一応決勝は10回行ってるんですけど10回、はいはい、なんで漫才新人大賞の笑い飯って言われてるんですけど、はい、すごい、はい、10回行ってます。今年はもう出てないですね。もう何年かね、たまたま本当なんですけど、はい、たまたまその予選の日とか決勝の日が、うん、あのスケジュール被ってて、はい、あのスケジュール的にちょっとっていうのが何年か続いてて、うん、でも一応20年まで出れるはずなんで、うん、なんであの一応まだ18年なんで、まあ、出れるは出れる、まあ、コンビ歴は18年です、はい、そうか、そうなんだ。そうなんですよ。こういう大会って理事の人出ていいんですか。まあ確かに理事だもんな、理事、はい、っていう風になってハテナになっちゃうよね。そうなんです、うん、理事が運営してね、理事が運営してるわけだし、だから漫才新人大賞担当ではないんですけど、うん、あの担当になって、うん、もう審査員とかも自分で決めて、うん、親とか呼んで、うん、確実に新人カウボーイが優勝するように、ね、そうしようよ、うん、そうしようよ、思いっきりやらせよう。優勝まではいかないよ、多分いかないですよね。あの優勝はお客さん投票じゃないから、あ、それもでも変えられないんで、お客さんの担当、審査員が親なんで、うん、全部そのシステムを変えちゃうと変えて優勝するっていうね。はい、うん、そんなの俺がさせねえよさせるわけないだろ。そうか、もうそうなんだ。もう10回一応ね、あの出て、はい、なんか惜しいんじゃないかっていう時はまあ 2,3 回ぐらいありましたけどね、はい、いつもそうなんか優勝候補なんだけど優勝してないっていう、ね、で一応毎回決勝行って告知とかされると大概、うん、いやもう新人じゃねえだろって大概言われるんですよ、うん、からね、ちょっと一応長いっちゃ長いんで、ね、昔から言われてた、はい、で、うん、僕らより下の人ばっかりが決勝の時は、うん、あのそれこそね、うん、あの決勝の時とか MC とかで、うん、いや新人じゃねえだろうっていじられるわけなんですけど、たまに2世代タボさんがね、うん、上がってくる時あるんですよ。川崎さんがもう60代だから60代が入ってるから、そう新人じゃねえだろうがそっちに移っちゃって僕らが中途半端な位置になっちゃうんですよ。いやいや、けど悪しです。いやいや、けど悪し。この前漫才新人として俺見に行ったでしょ、はい、コンパス中島君が司会で、はい、あの2世代ターボの川崎さんは、うん、爆笑問題さんの同期なんですって、うん、ドーンって笑いとってさ、はい、うん、そこからなんか1時間ぐらいした後に、うん、すいません、あの先ほど訂正がありまして、うん、川崎さんが2期上ということだった。爆笑さんな2期上だった2期1日訂正そんな人が出てんの新人大賞64歳。まあ一応だから生き切ってればね、なんかそう面白いんですけどね、うん、結構年齢も我々ちょっと中途半端な年齢なんで、今もう 40代中盤ぐらいなんで、まあだから漫才協会のもう言ったらもう新人大賞出なくていいですよ。なんか中堅というか、なんかもう認定してもらえませんかね、うん、10回決勝出たんで。いや、それはもう1回優勝ということで、真打ちっていう制度がね、はい、もしこれが復活すれば、はい、あの U 字工事みたいに新人大賞取ってなくても真打ちっていうパターンもある。そうなんですね、うん、真打ち昇進っていうのはね、はい、あったじゃない、はい、もし、ありましたね、今年とか来年とか、はい、新宿館をやるってなったら、はい、なりたい真打ちっていうのは。いや、まあね、うん、それはどっちか一人だけっていうパターンもあるんですか。なんでだよ僕だけ金清だけ真打ちになる。なんで真打ち一人だけ断ろうとしてる。アウトローだな石田君、漫才協会クイズ王。ちょっとまだ実力が足りてないんで真打ちに言うCM 交通情報を挟んでして、新宿カウボーイにはこの後もお付き合いいただきます。日本放送 The Radio Show。 中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの佐々木さん、お願いします。はい、東京外環道の外回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは、市川中央インターに大型トラックが故障して止まっているため5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋付近で乗用車3台の事故のため3キロ半の渋滞です。谷町ジャンクションから洋賀までの所要時間は30分です。三郷線の上りは加平で7キロの渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクションで3キロ渋滞しています。一般道路は東京都の水戸街道の上りが
葛飾区青戸4丁目付近で作業のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの佐々木でした。佐々木さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームの中で3時56分頃お届けします。梅沢富美男劇団特別公演、梅沢富美男&研ナオコあっと驚く夢芝居、6月6日茅ヶ崎市民文化会館、13日横須賀芸術劇場、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553IS まで。ナイツ・ザ・ラディオショー。さあ、ナイツラジオショー、本日のゲスト新宿カウボーイのお二人です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあじゃあ、コーナー参りましょうかね。コーナー行きましょう、はい、今日のスポットナイツ、はい、この時間はゲストが今一番聞いてほしい話を伺っています。熱く語れる話。えまた今なんか書いてたよね。いや一応ね、あの道をまあ別に踏んどらないは50なんで、こういうじゃちょっとした隙の時にさ、まあまあ、うまいよね、変えるの。うまいですよ。いやもうほんといつの間にかあのペンがね、刺さってるんですけども、丸バレだったわけですよね、入れ替えたの。まあまあそうですね、今さっき出したやつ全部机の上置いてますからね。確実に違うもの入ってるのは、ね、違うものがまあ入ってますけどもね、はい、なんか最近気になることとか、そういうちょっとハマってることとか、何でもいいですけど、はい、ちょっとあの、セカンド、ザ・セカンド、ザ・セカンド選考会出させてもらった時のちょっと話をしたいんですけど、我々ね、先ほど言いましたコンビ組んで18年なんですけど、あのセカンドってネタ時間6分なんですよ。で長くやって7分まで、で僕ら出たんですよ。で登場して最初から7分間金木がずっと噛み倒したんですよ。俺びっくりしちゃって。7分間、はい、18年やっててこんなことになるのかっていう、やっぱりなんかトップバッターだったんですけど、受けてたって言ってたよ誰か。受けてはねないと思うんですけど、まあ、あまりにも噛みすぎるから、もうしょうがねえなみたいな多分笑いにはなったと思うんですけど。そうなんだ。それは金城さんやっぱちょっと賞レースで。そうですね、漢字二文字で言うと緊張っていう、びっくりしました。ツッケのボケからもう緊張して噛み倒して、はい、そんな緊張するボケじゃねえだろみたいな。やっぱそうだよね、新人大賞の時もいつも通りやってたら、そうなんですね、多分優勝なんだけどね、気負っちゃうんですよね、硬くなっちゃって、はい、そっか、あんまりにも噛むからもう突っ込まざるを得ない状況で、全部突っ込んでくれたんですよ。でそれでもさらに噛むから、ともしげの偽元漫才やってるみたいだって、ね、突っ込みした。それをバカ受けして拍手笑いをして、僕も拍手笑いしたんですよ。面白い、面白い例えするな、自分で笑っちゃって。でせっかく言ってくれたから、ちょっと乗っからおうと思って、あの M1 のモグライダーのネタで、あの、誘い座の女、あるじゃないですか。あなたは、いて座の女ですかっていうのを乗っかろうとしたら、その、いて座も噛んじゃって。もうダメだ。もうダメだ。もうやめるかって言われて。もうダメだね。もうダメです。もうちょっとね。いや、なんで、その、ムカついてムカついちゃっても。ちょうど、ちょっと1月31日から2月5日まで、あの、ちょっと旭川で僕、ライブをダーってやってたんですけど、で、ザ・セカンドの予選が、2、3、4で入ってくるっていう情報を聞いて、で、ライブをもう段取りしちゃってたから、旭川の方で。で、3日だけ空いてたから、じゃあもうザ・セカンドのために1回帰ってきて、東京に。っていうスケジュール組んだんですよ。なんで飛行機乗って当日帰ってきて、ザーゼカンで7分噛み倒して、ただただ噛んで、飛行機乗って朝から帰るって。噛むだけために1回東京来たっていうね。2分返してた。金京も悪いのが、本当に長くてオチの話、はい、ない話をずっとするんですよ。これ俺結構漫才協会の弊害だと思うんですよね。漫才協会って金木をいじる人いないじゃないですか。僕ら太田プロにいた頃って、金木をいじりまくって、今の、話長えよとか、つまんねえよとかって、止めてくれる人いたんですけど。あの、デンジャラスさんとかね。はい。西堀さんとか。西堀さんとか。やっぱこれ漫才協会だとそれが。それがいないんで、羽伸ばしちゃって。そっか。やっぱね、僕気ぃ使うと一応なんか先輩だし、ちょっとやっぱ言った方がいいと思います。で、延々と長くつまんない話するじゃないですか。そのくせに、長くてつまんない話をする師匠には小太陽なんです、こいつ。腹立ってそれ、うたじ師匠は、本当に、すごいあしらい方するんですよ、うたじ師匠に。後輩とかがもう、なんかね、楽屋とかでね、なんか相手しなくなっちゃう。相手しなくなっちゃうよ。同族嫌悪だと思うんですけど、うたじ師匠には非常に師匠対応するんですよ。自分を見てるよ。自分を見てるようなんですよ、うたじ師匠を見てて。生放送で泣いていいんですかね。
かわいそう、かわいそうになってきた。泣きたくなってきた。賞レースの、やっぱそのね、緊張とか、そういうのもあるし、ちょっとやっぱり自宅はちょっと不安溜まってると。うそうな、もうで、あの、これって順位出ないじゃないですか。はい、ああ、そっか。俺順位出してほしいんですよ、僕らだけ。ちょっと聞きたいんですよね、本当に。ああ、で、どれくらい ?32 組中なの ?32、32、じゃ140組ぐらいですかね、出たなんか。2位、前回なんで。32組には入れなかったけど、何位ぐらいだったのか。もう多分最下位だと思うんですよ。だから、ちょっと聞きたいんですよ。そんなことはないと思いますけど、ね、もうあの日、多分世界で一番漫才下手だと思うんですよ。そんなことない。ずっと噛んでんすよ。ちなみにその時のサイコロの目はいくつだった？サイコロを振ってる時にタイムオーバーでドーンって。全部じゃん。振ってる最中、振ってる最中に安定しちゃって。噛み倒すはタイムオーバーだよ。逆に助かったね。いや、もう、はい、全部できなかった。一って言いたくないもんね。はい。それはそれだから暗闇の中でドカーンって受けた。自分に甘いんじゃないの？だって俺はもう毎回言ってるよ、袖で、うん、はい、今日3だったよっていうのに6って言うんだよね。最高の目が甘いなっていうのはちょっとある。だから本当に金京と堀江はね、やっぱり自分で甘いんだよ。いやー、堀江くんとは一緒になりたくないですね。堀江歌で金京の最後歌で一緒関係ないでしょ。僕らの時代やってる。なぜ自分に甘いのか、甘いのか、なぜ自分が好きなのか、周りに興味ないのか。周りに興味ないですか？周りに興味なさすぎるんですよ。ひどいですよ。だってそれこそ、肥後さんの還暦祝いの時に、うん、もう還暦の人が主役じゃないですか。うん、差し置いて赤い服着てってますからね、金京が。ああ、そうか。もう最低じゃないですか、本当に。KY だな。ちょっと、いつも赤い服着てて、いつもの感覚でちょっと普段着で行っちゃったら、ああ、そっか、還暦かと思って。まあ、自分にしか興味ないから、こういう子を。なるほどね。そうなんです。でも奥さんとは仲良くね。まあ、やってますしね、はい。いじってこないですね。え？奥さんいじってこない。いじってこない。奥さんやっぱ優しいから。はい、いじってこない。面白いって。話長いなとか言わない。ああ、話長いとかも言ってくれないですね。言ってこないですね。ザ・セカンド落ちた後とかもなんか言ってこなかったんですか？いや、逆に何も触れてこなかったですね。触れてこなかったんですか？察したんでしょうね。これ触れちゃいけないなって。はい、歌り弱いの知ってるから。はい、ね。そうですね。でもそういう今日今、石田君言ったことちゃんとメモに。いや、ペン持ってないんですよね。いや、あるじゃん。あるじゃん。書いてますよ。いよいよ。ああ、これ、あ、これペンじゃなくてね、けん玉なんですよ。けん玉。遊び中音が鳴るよ、ね。けん玉。はい。出す順番が違うんじゃないか。そうね。最後ハイパーオリンピック。ハイパーオリンピック。早かった。音なんないじゃん。ちょっと焦っちゃったんで。結果を出したかった。結果は早く出したかった。センスはもう本人に任せてる。そうですね。石澤くんが考えた方がいいんじゃないの、ここも出すやつ順番とかさ。はい、構成も最初は言ってたんですけど、うん、耳かきをいいんじゃないかって、うんうんうん、ふさふさの方を下にすりゃいいのに、うんうん、サジの方を下にして何やってんだみたいななったんですよ。見づらいって漫画の単なる細い棒出しかそういうところがもう違うわけですね。なるほど。さあ、もうね、お別れの時間ですけども、じゃあお二人からお知らせありますか？はい、はい、ですね、3月16日にですね、はい、渋いお知らせですね、これ。さやかさん、はい、関亭桃之助師匠の、はい、落語会にお呼ばれしまして、深川江戸資料館の小劇場というところでね、はいはい、やりますので、ぜひお越しいただければと思います。最寄り駅どこだっけ？江東区かなんかです。江東区ですね。清澄白川とか、はい、そうね、はい、あ、そちらの方あるんですよ。はい、ね、はい、ぜひお願いいたします。ありました、はい、ということでこの時間のゲスト、新宿カウボーイのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に、家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかし、これらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後に、この給付金ですが、請求期限があります。
準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認ください。もう一度言います。 B 型肝炎の給付金には請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのかだけでも無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。 B 型肝炎って言われたことがあるんだけど、別に体調が悪いとかじゃないんですよ。相談できないわよね。いえ大丈夫ですよ。タイミー、忙しい時期だけ人を雇いたいけど、そううまくいかないよな。だったらタイミー、暇バイトだから数時間単位で募集ができる。もう応募きた。人手の足りない時こそタイミー。明日お昼11時半からは清水美智子とナイツのビバリーヒルズ、ただいまフラワーリクエストを募集中。杉本彩です。私がもらったら嬉しいのはバラの花束ですよね。トゲがたくさんあるので、それで叩かれると想像するだけでたまらないですよね。うん、障害罪プレイで逮捕する。プレイで逮捕はしないであげて。それではここで停電に関する情報です。東京電力パワーグリッドによりますと、現在埼玉県所沢市内でおよそ2210軒が停電しています。東京電力によりますと、復旧は午後3時50分ごろを見込んでいます。以上、停電情報をお伝えしました。 The Radio Show。ラジオリビング、箱崎みどりアナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は天然紅鮭の切り身をラジオリビングで初めてご紹介します。これは美味しい、これぞというめったに手に入らない商品。めっちゃ美味しい。これ美味しいんですよ。美味しい。これ一食ずつ小分けになったアラスカ産天然厚切り紅鮭切り身を特別価格でご紹介します。鮭ってスーパーで買えばと思ってたんですけど、一言で言うと普段召し上がっている普通の鮭とは別物。確かに、まさに高級料亭で、ね、出てくるような上品な脂の風味と、しっかりした旨味が合わさっていて極上の味です。高級な感じしますね。ご飯進みますよね。鮭の種類産地いろいろあるんですが、今回使っているのは正真正銘の天然の紅鮭だけ。この天然紅鮭というのは実は世界で取れる鮭の量の数パーセントしかない希少な鮭で、中でもアラスカ産は欧米でプレミアムサーモンと呼ばれることもあって、一度食べたら虜になる美味しさで大人気なんです。今ね召し上がっていただいてますけれども、もうそのまま焼いただけなんですが、適度な塩味、そしてねしっかりとした鮭の旨味感じられます。で、分厚いですよね。厚切りで食べ応えがあって、で油もしつこすぎなくて食べやすいですし、身がしっとりほろっとしていて、すごい味しっかりしてますね。普通の鮭とはね全然違うんです。違うね。で、あのお米と相性抜群で、あ、いいですね。で、あの鮭があればいくらでもご飯進むという方多いと思いますのでね、ぜひ一度召し上がってみてください。感動します。このね、今お出ししているのがお味噌汁とご飯と鮭なんですけれども、もうね普通の朝ごはん、そう、旅館の朝ごはんとかごちそうになります。ただし今回ご用意できた数に限りがあります。完売が予想されますので、ぜひお早めにお電話ください。一食ずつ小分けになったアラスカ産天然厚切り紅鮭の切り身12食セット、同じ量で1万円以上で売られているところもありますが、今回ラジオリビング初登場記念ということで、半額以下の消費税込み4980円、さらにお得な倍の24食セットは消費税込み8980円です。こちらまとめ買いですと一切れ300円台になりますから、もうねとってもお買い得です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 へどうぞ。この使っている素材なんですが、厳選した紅鮭と
国産の天然海水塩、この2つだけなんですね、うん、この商品には着色料も、ね、添加物も一切使われていなくて、うんね、綺麗な紅色、ね、色綺麗ですよ、そうなんですよ、素材に自信があるからこそ塩以外のものはいらない、だからこそ美味しさがね格別なんです。しかも素材をフレッシュに保つ特別な真空パックで一切れずつね個包装になっていますので、うん、あの冷凍庫にしまう時も、そういう感じね、はい、出して使う時も、ね、とっても便利です、塩分はおよそ 2% と低塩仕上げ、そのまま焼くのはもちろん、ちょっとね贅沢ですけどバターソテーとかホイル焼きにしてもね合います。また紅鮭、BPA や DHA といった魚の良質な油、豊富なタンパク質だけでなく嬉しい健康効果が話題のアスタキサンチンも多く含まれるので、食べながら健康を保つことができるんです、賞味期間は冷凍で半年以上持ちますから、冷凍庫に常備しておくとお買い物に行けない時にも助かります、あのまとめ買いがねおすすめです、ね、1食ずつ小分けになったアラスカ産天然厚切り紅鮭切り身12食セット消費税込み4980円、倍の24食セットはさらにお買い得、消費税込み8980円です、関東1都6県は送料込み、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 へどうぞ。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。ラジオリビングで検索してみてください。箱崎みどりアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。このようにクレジットカードのご利用経験者に過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は 0120-10-10-10 10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。こんにちは、小沢幸男です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。卓量建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。一海光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている番組一海光の種、メッセージテーマは日替わりです。皆さんからのお便りを次々と紹介していくことで話の花を咲かせていきたいと思っております。一海光の種は今日夕方5時30分から。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。どうしよう、何着よう、あーどうしよう。なっちゃん、どうしたの。どうしたっていうか、あと1日しかないんですよ。なんかどっか旅行に行くの。違います、明日4年に一度の2月29日じゃないですか、だから何着て過ごそうかなって。何それ、えウルウド氏ガチ勢。あ、確かに4年に1回だもんね。ちょっと全然わかんないわ。マジっすか、
そういう行事とか大事にしない人は私無理なんですよね。そんなこと言われんのこれ。いや、ウルウドシって別にそういうのじゃないじゃん。4年に1回のお祭りなんですよ。服装も大事にしたいじゃないですか。先週ヒートテック1枚でうろついてたやつが何言ってんだよ。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。ウルウドシ、うん、そうなんだよ。ウルウドシが実はね、そっか、去年はなかったんですね。はい、ないです。確かにウルウドシの2月29日に何かやろうとかないね。なんかそういう、ね、確かに4年に1回だから何か騒いでもいいよ、うん、ちょっとね、ウルド氏祭りみたいな、なんかあったもん、うん、いいね、なんかその日にっていう、ね、あんま聞かないね、うん、なんかあれ時間がずれるみたいなやつって、そのために1秒切れる、1秒、ね、うん、ウルー秒ってウルード氏にやるんですか、あれやっぱりね、カウントダウンでピッて入れるんですよね、1秒、はあ、1秒プラスプラス、そっか、なんでだろう。自転の関係とかね、なんでだろうね、ね、それもあるローリングストークってことですよね。はい、ですですです、ことですよね。地球もね回ってますからね。いうことですよね。どういうことですか。どういうこと。そのレシピショーのコーナーです。このコーナーで防災と食をテーマに、羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格を持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は今泉さんにローリングストックにおすすめな羽衣フーズの商品をご紹介いただきます。今日は何でしょうか。はい、今日はすみません、今日ご紹介するのは羽衣フーズさんの朝からフルーツパウチです、うん、今日は2月発売になったばかりのパイミン、オート、ミツマメの3種類ご用意しましたので、それぞれ食べ比べてみてください、パイミン、パイミン、まずパイミンから召し上がってください、このパウチは、はい、あ、そうです、パインとみかんでスタンディングパウチになっているので、うん、はい、封を開けてそのままスプーンで食べることができます。すごいスタンディングパウチ。あ、夏さんがまたシロップから飲み始めてる。その汁すっごい好きだよね。いきなりシロップからいくの。シロップだってこぼれちゃうし。確かに確かにいいアイデアですよね。うん、スタンディングパウチだからね。あ、そっか、はい、立てられるんだ、うん、そう、はい、パインとみかん全然こぼれないよこれ。そう、このスタンディングパウチいいですよね、うん、確かに。あ、うまっ、美味しいですね、はい、パインとみかん美味しい。これは常温のままで今日は持ってきました。いい、では次に応答召し上がってください。応答は黄色、うん、全部完食しようとしてる夏さん。そういう競技じゃないから。今日は3種類ありますからね、はい、応答ね、はい、大きい、ゴロゴロ入ってます。ゴロゴロ応答好きだったな俺、うん、美味しいですよね、美味しい、拍手してる土屋さん、ありがとうございます。美味しい、美味しいです。めっちゃうまいこれ、はい、うん、また汁飲んでる夏さん。でもそれ正しいかもしれませんね、こぼさないですもんね、うんうんうん、美味しいですね、うん、では最後にみつ豆をお召し上がりください。このみつ豆がまた一押しなんです。そうですか、みつ豆っていうのは何なんですか、ね、はい、まず寒天が入っています、うん、パイン、みかんが入って赤エンドウが入ってるんです、うん、このお豆がまたいいアクセントなんです、うん、食感がよくあっさりしてて美味しい、あっさりと、うん、美味しいです、みつ豆が美味しい、美味しいでしょうね、うん、はい、美味しいと思います、うん、で今日は2月に発売ほやほやの朝からフルーツパウチのパイン、オート、みつ豆をご用意しましたが、うん、朝からフルーツパウチは全部で8種類あります、その他のミックス、みかん、ゴールデンパイン、白桃、アロココの5種類もぜひ食べていただきたいです。アロココはアロエとナタデココが入っていて食感がコリコリしてお子さんも好きだと思います、うん、美味しいですよね、ナタデココ美味しい、ナタデココ大好きです、大好き、うん、あの今日食べていただいたと分かると思うんですけれど、うん、朝からフルーツパウチは1人分にちょうどいい使い切りサイズ、パウチ入りのため使いやすく保存にも便利で、ローリングストックにもおすすめです、うん、普段の食事でも食べやすく、ヨーグルトやシリアルに入れたり、フルーツサンドイッチ、パンケーキ、フルーツケーキにしたり、汁気を切ってお弁当にも入れやすいです。羽衣フーズさんのホームページでレシピを見ることができるので、ぜひご活用ください、はい、もしもの時も開けてすぐに食べることができ、水分補給になり優しい甘さにホッとできると思います、ね、ぜひ食べながら買い足してローリングストックしながら備えてください。夏さんずっと食べてくださってる、ありがとうございます。あの今日の防災の話なんですけれど、3月1日は防災用品点検の日です。1923年9月1日に発生した関東大震災をきっかけに、9月1日が防災の日に制定され、1年のうちで季節の変わり目とされる3月1日、6月1日、9月1日、12月1日が防災用品点検の日とされています。年に4回防災用品の点検を行って災害に備えましょう。
非常持ち出し袋の中身を点検してそれを持って避難できるか実際に歩いてみることも大事です。そして在宅避難に必要な水、食料、カセットコンロとボンベ、ヘッドライトやランタン、携帯、トイレ、衛生用品、ラジオなどはあるか、量は足りているか、賞味期限、使用期限は切れていないかなど防災用品の点検をしましょう、うん、子どもの成長に合わせたり季節によって必要な衣類も違うので防災用品点検の日に見直して入れ替えてください。防災グッズだけでなく自宅の耐震化や家具などの転倒落下移動防止対策などを確認しておくことも大事です。そして家族でルールを繰り返し話し合ってください。家の備えもルールも家族全員が把握していることが大切です。防災用品点検の日はいい機会です。年に4回家族で点検をしましょう。ありがとうございますということで来週以降もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますのでよろしくお願いします。今回のレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するのでそちらでも確認してください。そして番組特設ページでは羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますのでそちらからご応募ください。また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com 件名に備えレシピ書と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。以上羽衣フーズプレゼンツ備えレシピ書でした。災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか。羽衣フーズ。食べる、買い足す、備える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 。普段よく使う食材を多めに買っておいて食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキットコーン、朝からフルーツ、ポポロスパ、パパットライス、羽衣フーズの商品でローリングストック始めませんか。羽衣フーズ。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りしました。時刻は2時54分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さんお願いします。はい、お伝えします。岸田総理大臣は今日、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け、自民党総裁として衆議院政治倫理審査会に出席する意向を表明しました。一方、審査会への出席を申し出ている安倍派と二階派の合わせて5人の議員について、先ほど審査会の幹事会開催前記者団に答えた立憲民主党の寺田学議員です。私が聞く限りにおいては、岸田総理に習った、岸田文雄議員に習った形でのやり方をするというふうに従前は、今のところでは聞いています。それはマスコミフルオープンという形。そうですね、テレビも含めてフルオープンという形で私は今のところ聞いています。次に、岐阜市にある陸上自衛隊の射撃場で去年6月、隊員3人が自動小銃で撃たれて死傷した事件で、岐阜地検は今日、強盗殺人と強盗殺人未遂の罪で元自衛官候補生の19歳の男を起訴し、氏名を公表しました。男は改正少年法で起訴後の氏名公表が可能な特定少年にあたります。起訴されたのは住所不定で無職の渡辺直人被告19歳で、事件当時は18歳でした。今後は岐阜地裁で公判前整理手続きを経て裁判員裁判で審理される見通しです。韓国統計庁は今日、女性1人が生涯に産む子どもの推定人数を示す合計特殊出生率が去年は 0.72 だったと
0.72 だったと発表しました。すでに世界最低水準だったおととしの 0.78 をさらに下回り、8年連続で前の年を下回りました。出生率が1を下回るのは OECD 経済協力開発機構加盟国の中では韓国だけで、おととし 1.26 だった日本と比べても著しく低くなっています。住宅価格の高騰や雇用不安などによる晩婚化が要因とされます。次に、アメリカ国防総省のライダー報道官は27日、ロシアの侵攻を受けるウクライナの戦場にアメリカ軍の地上部隊を派遣する計画はないと述べました。欧米諸国の地上部隊のウクライナへの将来的な派遣を排除するべきではないとするフランスのマクロン大統領の発言を否定した形です。おしまいに、茨城県内で無免許で乗用車を運転し衝突事故を起こしたとして、元衆議院議員で貿易業の武藤孝也容疑者44歳が自動車運転処罰法違反の無免許過失傷害の疑いで逮捕されました。警察によりますと、武藤容疑者は免許停止期間中だったということです。ニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。山内圭介コンサートツアー2024、3月15日金曜日、 LINE キューブ渋谷で午後3時開演。チケットは好評発売中。日本放送イベントホームページまたは山内圭介で検索してください。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジオで、ラジコで聞いても日本放送です。新吾丹さんですね、はい、新宿カウボーイの感想ですね、うん、冒頭のペンの先っちょ、いつも何になってるか楽しみです。中でも印象に残っているのが傘ですね。一度取り出すと元に戻せないのが傘入れたの壺です。胸ポケットに、傘、金魚師匠の髪飾りのように個展を開いてみてはいかがでしょう。120個あるからね、すごいですね。個展もできるよね。傘ってどうやって、もうあの本当のあの傘、うん、コンビニのビニール傘くらいですかね。なんかちっちゃい傘見たことあるんですけどね。ここがどういう風になってるんだろう ね、 ね、うん、中ですか。傘一度取り戻すと元に戻せないっていうのは、相当開くのか、ジャンプ傘みたいなビニール傘で、ちょっと特殊な傘なのかもしれないね。すごいね。すごっ。ちょっと待って、ジャケットの方に興味あるんだよ、これ。あ、ジャケットのね。そうなんだ。そっちを中見たいってなるんだね。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。修正しない方がいい。間違いになってことな、間違いになってことなんだね。そうなのかな、やっぱ。あ、まあ、あの、罰って書いちゃえばね、うん、いいけどね。それは車線とか分かんなくなっちゃうからね。そういうことなんだよね。そう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 。はい、やっとしてますね。まだまだ。はい。ズーム。なんか今トイレが2億円、万博のトイレが2億円かなんか話題になってますけど、だからお金の使い方ってどうなんだよなと思うことはいろいろありますね。
辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。日本放送この時間はこちらのコーナーをお届けします。なっちゃんお願いします。プリーダイヤモンドだね。なっちゃんに行こう。なっちゃん、はい、マヨネーズを出す音がプリーと聞こえた人一倍音に敏感な私安藤夏のように、リスナーの皆さんが日常生活で耳にする音がどんな風に聞こえたのかを文字にして送っていただき、ナイツの二人に何の音か当てていただくコーナーです。びっくりするから、みんな変なところに、ね、変なところに息継ぎする、うん、難しいです、うん、ごめんなさい、うん、本当にごめんなさいさあ今週も音が届いてます、はい、ありがとうございます。ラジオネーム海風さん、うん、じゃあ私の擬音から言いますね、うんうん、もう空気抜けてるだけじゃ ん、 そのただのパンク、パンクノットプリーシュイー。お変わったね。変えてみた。シュイー長いってこと。長いだ。えすごっ。分かった分かったよ、もう分かった。そんな長いの。分かった分かった、あ分かった、ディジリドゥを吹いてる時のディジリドゥ外した声。ああノットプリーどういうこと。ディジリドゥなし、ディジリ、ディジリドゥのディジリドゥ抜き。ディジリドゥなしでいいよ、じゃあ。もともと持ってなくていいですよ。息のなんとか呼吸のやつってことでしょ、うん、循環呼吸。シュイーなんだろうね。隙間の風の音でしょ。ノットプリー。じゃあ、海風さんの擬音言いますね。はい。うん、シェルシェルなんて言わないだろう。だって書いてあるんだもん。違いがあるんです。シェル。なんだろう、ね、この長い、ずっと同じ音が長いのってなんだろうな。なんだろう。まあここ2、3、まあ5年以内とかですかね、日本だと。あ、その最近のもの。割と最新家電。そう、聞いちゃいます、うん、聞いてみましょう。はい、ほらシュイーでしょ。ああ、シュルー、なんだこれ、シュルーでもあるし、なんだこれ、あんまりないんじゃないの普通の家には。いやー普通、まあ全世帯あるわけではもちろんなくて、うん、好きな人はめっちゃあります。え、好きな人はこれをいっぱい持ってんの。持ってる可能性全然あります。なっちゃんは持ってない。持ってない。うん。え、誰が持ってそう？好きな人は。1個じゃないと。2人だとどっちが持ってそうだろうな。まあでも土屋さんか。は？注意。花田さんでもその話題性とかで一旦手には絶対すると思います。え、買ってるかもしれない。ここ5年以内？日本だとどうだろう。買ってそう。どんぐらいだろう。まあ、そんなに昔のものではないです。セグウェイ。セグウェイの音知らないですけどね。ないの本当かんない。全然わかんない。あ、もう。これ正解の音でしょ？はい。なんだかな、わかんないんだよな。その人が、まあ、やっただけ長いです。やっただけ長い。やっただけ長く。使った分だけ、これが長くなる。使ったというか、はい、そういう風に仕向けてます。仕向けてる。 あのあれだ、分かった。顔の美顔 の噴射するやつ。ノットプリー。あ、違う。この音は割とちっちゃい音ですか。マイクをこう近づけてるからこれぐらいの音、ね、近くで聞いたらこういう音って感じ。近くで聞いたらこういう音。ブイ、なんだろうな。ウォシュレットじゃないもんね。ノットプリー。そうだよね。昔からあるもんね。まあ、ヒントは回ってますね。回ってる。はい。回ってる。サーキュレーターの音。ノットプリー。家が多い？その、まあ言ったら、持ってる人持ってない人いるけども。まあ、家で一人でとかじゃないですか、ね。家で一人で。一人で。どこ？もう。キッチンか、トイレか。いや、もうどこでもいいです。家、もうどこでもいいの。どこでもいい。もう、これに関しては。
首にかける扇風機。ノットフリー。そうですね。流行ったっすね。すごい流行ったです。これ？あーってなりますよ。すごい流行った？あーってなる。めちゃくちゃ流行った？これ？誰どういう系に流行った世代は？あーまあ世代でも幅広かったですね。夏とか冬とか関係ない。はい、もう全然関係ない。全然関係ない。関係ないし。うん、正直、うん、それがそうなったとて何っていう気持ちの時もありました。それがそうなったとて、うん、食べ物とか食べないんです。食べない。じゃあおもちゃですね。あ、あのなんだっけ、あのこうこうやって回すやつなんだっけ、あの手裏剣みたいなやつを回すやつ。ハンドなんとかスピナー。 Yes please。 いやー来た急に。すげえ。すごい。あ、こんな音だった？はい、もう一回聞きましょう。ハンドスピナー。あー、俺わかんない。ハンドスピナーって。いや、これはまた音も全然違うもんね。そうなんですよ。ずっと回る手裏剣みたいな、ね。真ん中を押さえ、指でこう挟んで、くる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 ってずっと回すやつ。確かに。知らない。どっちかっつうと俺の方がこういうの。そうですね。はい、一人でやってそうな。そうなんですね。はい。じゃあ土屋さん正解、5ポイントです。あ、急にポイント制、はい、そんなあったっけ、うん、続きましてミルクたこ焼きさん、はい、じゃあ私の擬音から、はい、クルッカ短い、クルッカ短い、クルッカクルッカクルッカ、くるみを、うん、こうくるみを2つでグリグリってやってる人ノットプリー、やってる人の手、やってる人の手そのものの音じゃなくて、クッカクッカクッカ、じゃあミルクたこ焼きさんの音を擬音言いますね。カチャッパカチャって言ったね。カチャッパ、なんか開けたね。カチャカチャ開ける音。ノットプリー、毎日聞くんじゃないですかね。毎日聞くんじゃないですか。はい。あれ、これお家にいれば。これやったっけかな。エアポッツはやった気がする。ノットプリー。開けて閉めて、うん、やったか、うん。お家にいれば。お家ですね、大体。まあ、キッチン周りじゃないですか。キッチン周り？クルクル。音聞きましょう。はい。でかっ。思ったよりでかい。こんなでかいの？クルクル。カチャパ、ゴミ箱を開ける時の音？ノットプリー。クルカ。冷蔵庫開ける音？押しプリー。押しプリー？ん？あ、冷凍庫？氷入れを開ける時の音？ノットプリー。これノットプリー。冷蔵庫が一番近いの？あ、ん？ん？氷ができた音。なんかやった気がするな。ね、やりました？うーん。あー、時間切れです。残念。正解は、炊飯器を開ける音でーす。もう一回聞きましょう。あ、それ、こんな近くで聞かないからな。こういう音なんですね。はい。頑張んなかったな。難しかったですね、2問目は、はい。はい、ということでリスナーの皆さんからの擬音のメールをお待ちしています。何の音がどんな風に聞こえたか送ってください。実際の音も聞きたいので、可能な方は音を取ってメールに添付していただけると助かります。件名はプリーでお願いします。小さいイが3つでプリーです。受付メールアドレスは rs@1242.com までお願いします。カバライキンの確認は0120-10-10-10。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずは、あなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。あのさ、俺のいいところってどこ？ね、優しい。あ、いや、そうでもないな。頼れるわけでもないし、ないんかーい！
性のいいところを見つけるのは大変でしたが、中古車ならいいところをすぐに見つけてくれる。それが中古車買取のガリバーなんです。いいとこ探しのプラス査定、車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかるんですって。0120-66-4747 66-4747 ガリバーへお電話を。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なのでご家族の確認はとても大事です。ではまずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。はい、柴犬子さんですね、はい、昨日放送のさんま御殿でソフィアの松岡さんが、はい、美味しいお好み焼きは生地がシャバシャバがいいという話されていました、うん、そのお話にあのちゃんが即座に反応し、うん、お友達の安藤夏さんの作るたこ焼きはめちゃくちゃ美味しくて、うん、やっぱり生地がシャバシャバだと話していました。お、嬉しい。あのちゃんめちゃくちゃ楽しそうに話して、うん、なっちゃんのこと好きなんだなと思いました。嬉しい。ちなみに松岡さん、生地に山芋や卵を入れてはいけないと話していましたが、うんうん、なっちゃんは生地に山芋卵入っていますか、という。たこ焼きは、卵は入ってます。山芋入れてないですね。うん、山芋前に、うん、なんかお好み焼きは山芋を入れたらふっくらするっていうのを聞いて、じゃあいっぱい入れたらすっごいもう雲みたいになるんじゃないかと思って、でそれ、うん、でそれたこ焼きでやったんですよ、うんうんうん、そしたら膨らまずになんかしぼむっていうか、なんかちょっと固まらないっていうか、なんなかった、なんなかったんで、だからもう山芋入れてないですね。つなぎがね、うん、大好きっていうと、卵は入れてるというか、卵は入れてます。この後日本チャレンジドアスリート、日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。駅前のカフェにいる。面倒なことは全部 MB にやらせよう。しかし MB の登場で取って代わられる職業もあると言われています。生み出すのは便利か喪失か、 MB は人類の味方か敵か。いや、さっきから MB MB ってなんやの。マッハ泡の M とバブルーンの B で、マッハ泡バブルーンです。泡を噴射するだけで排水管が勝手にきれいになるんです。ラクハピマッハ泡バブルーン、洗面台の排水管。ちょっと MB 買うてくるわ。キンコーン。お店で MB と言っても通じないかもしれません。ご注意ください。あ、財布にお金がない。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、そろそろ別れのお時間となりました。この後は辛坊治郎ズームそこまで言おうかです。ぜひお聞きください。それでは映画、漫才協会ザムービー舞台の上の懲りない面々ムビチケの当選者を発表しましょう。なっちゃんお願いします。はい、本日のご当選者は東京都足立区古典ヒットさん、
千葉県千葉市ゴンタ21さん、神奈川県伊勢原市甘エビ王子さん、うん、東京都台東区お子様ランチさん、以上の4名様です、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。さあ明日木曜日は我々ナイツ11時半からのビバリーヒルズから出演します、うん、ぜひそちらからお聞きください。今週のラジオショーは漫才協会芸人ウィーク、はい、明日のゲストは1時台に大空雄平師匠、うん、2時台はロケット団と雷の匠くんが登場です、はい、そして来週の水曜日の、ラジオショーゲストはクマムシの2人が来てくれることになりました。嬉しいですね、クマムシ、はい、うん、暖かいんだからという。温まりたい。温まりたい。からね。ね。うん。メール来てますよね。はい、中谷志乃さん、件名土屋の方角っていう件名で。何なのこの件名。土屋さんもう方角を言うのは我慢する、はい、とのことなので、はい、一つだけ最後に方角を教えてください。うん、土屋さんにとっての漫才愛は今どの方向にありますか。すごいなこの人の質問。どの方向、うん、どの方向にあります。漫才愛について漫才愛の方角、うん、漫才愛の方向、漫才愛の方向、うん、はい、じゃあ、はい、このやっぱ、はい、上ですね、上、はい、上にやっぱり師匠たちがいる、この天空にね師匠たちいっぱいいるね。土屋さんもう、はい、行かれちゃうんですか。どういうこと。これの正解って何ですか。漫才愛はどこの方角に会いに行っちゃうんですか。方向だからね、方角なのかちょっと分かんない、ね、だこうなるからもう方角のことは言わないです、はい、こうなるから。うーん、今からね、今日これからあそこ行くんですよね、川崎の方に、あっち、あっちの方に、ね、今日行くんですけど、うん、川崎の方に、いや会ってたんかい、あ言わない、あ言わないんだ、言わないのか、会ってたのか、川崎の方にね、うん、あのね、もう言わない、大体合ってた。合ってた。危ねえ。怖いんだよな。なんだ、どっちだろう。ビビっちゃって。合ってたから大体合ってた。だから合ってた。分かってないから、ま、合っちゃう。ま、間違えたかった。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 合っちゃうからね。うん。ということで、ここまでの相手はナイツの土屋伸之と花伸之とメープル超合金安藤夏でした。また明日。
幸せがあることを